んもう行ってるあれというわけで,ですね、あのおっさんがだらだらとしょうもない話をしながら、あのビールを飲んで雑談をするってやつなんですけども、えっ、ー、と、あの、なんか、だいぶ久しぶりに、その、配信の設定をするので、あの、割と、あの <laughs>、こう、なんか、いつもだとできるはずのものが動かないので、どうしたんだろうみたいなのを調べていただ時間がありました。はい、すいません。というわけで,ですね。 えーっと、とりあえず、この配、なんか、のスパチャが消えた頃に配信が始まりますっていうのが正解だったということで、はい。で、えっと、今から飲もうと思ってるビールが、ドレミュエルというビールで、昔飲んだことがある気がするんですけど、えー、っと、フランスのビールってアルコールとするのが7.7%って、ちょっと強めのやつですけど、まあ、そけどあのけで僕はビールを飲みますけど、あの、皆さんもアルコール的なものがお手元にある方は準備していただけるといいんじゃないかなと思いますけども、はい。 えっと、日本は西11時43分ですけど、こっちはあの昼の13時とかですよね。で、最近、あの、サマータイムが終わって、あの、冬時間になったんで、1時間時間がずれたんですけど、あの、そこら辺も、そのなんか、日本の人たちに伝える、止まった <laughs> あの、日本の人たちに伝える時間がずれて計算していたっていうのがあって、ちょっとバタバタとしてたりしますけども、はい。というわけで乾杯です。 で、あの、配信自体は、えっとね、2週間ぐらい前にちょっと失敗したのがあるんですけど、1ヶ月ぶりぐらいなんですよね。なので、あの、こう、YouTuber、西村秀行的な紹介をされることがたまにあるんですけど、あの、1ヶ月に1回しか配信してない人、YouTuber ということはいかがなものかと思ってたりします。はい。で、えっ、ー、と、最初のやつが、ちょっとあの、 流れちゃったやつなんですけどロシアとウクライナの戦争は今後どうなりますかっていう質問が来たんですけどであのえっと網走の青年会議所が主催したイベントでああのまあ、ロシアといえば小泉さんっていうああのまあ、ロシアが普で東大先端研究所ん先端学研究所で奥さんがロシア人っていうあの小泉さんと久しぶりの話をしたんですけど。 でまあ、いろんなパターンをこういろいろ小泉さんに聞いてみたんですけどもやっぱり話を聞いてみるにあのロシアが負けるという状況を作り上げることがちょっと難しいよねという状況なんですよね。ではそのえっ、ー、とロシアが勝つっていうのをじゃ何をもってロシアが勝つの何をもってロシアが負けるかっていうのをそれぞれの価値観になるかもしれないですけどあのロシアの人たちが。 まあ結局あの負けを認めない限り負けではないっていうところがあるんですよね。ほんであのじゃあ他の国が戦争で負けた場合例えば日本っていうのが何で負けを認めなきゃいけなかったか第二次世界大戦の時に。 石油とかガスとかがなかったのでエネルギーがないのでそもそももう生活できなくなるよね。なのでもう勝ちか負けるかっていうのはもうはっきりするよねっていうのがあるんですけどロシアの場合はエネルギーも食料生産も割と自活できちゃってるんですよね。で半導体とととかかかそののの先端科学系のものとか手に入らないとか 薬が手に入らないとかはあるのでその、まあ、多少の,その寿命が短くなりますよとかあのまあその幸せな生活からちょっと不便な生活になりますよっていうのなんですけどじゃあそれがこうそのなんか手薬品とかスマホとか手に入らなくなったとしてそのロシア人がガチ切れしてクーデターを起こすかっていうと、まあ、そういう国民性でも文化でもないと。 っていうのでいくとその経済生産が続くのでロシアという国の存在感はだんだん薄まるんだけどただロシアとウクライナの戦争自体はプーチン大統領が生き続ける限りはずっと続いてしまうのではないかなというのが今の僕の最近のいろいろ見た限りの結論です。うんうん あのその、まあ、西側の情報とか新聞が多いのでそのロシアの人たちがどう考えるかどう書くかとかロシアの人たちの実態の数字っていうのを見ないで結構話す人が多いんですよね。で最近あのテレビでエマニュエル・トッドさんっていうあの人工学者の人と木村太郎さんと橋本元大阪府知事さんが大沢橋本徹さんが話をしてるやつをちらっと見たんですけどでその、まあ、ロシアとウクライナどうなりますかって話をした時にその木村太郎さんが。 そのロシアが生き残るかどうかという話じゃなくて、ロシアをどうやって倒すか？という話をするべきだよね。みたいなことを言ってたんですよ。要するに、そのあの実態としてロシアがどうなりますか？ウクライナがどうなりますか？っていう事実を知りたいんじゃなくてまあ、その？ えとウクライナがいきなりロシアからぶん殴られてなんとかしなきゃいけないよねロシア倒した方がいいよねっていう感情とか心情とかそれやらないと中国が攻めてきたりしてでやったもん勝ちになるからまずいよねっていうその気持ちとかはわかるんですよ。ただ実態をどう把握するかっていう時にそのこうなってほしいよねっていう願望を入れて話をすると予測が間違えるんですよね。 でその木村太郎さんがそのロシアをどうやって倒すかっていう議論をしなければいけないっていう時点であこの人は多分そういう考えができない人だなと思ったんですけどでまああのエマリア・ゾッドさん淡々とあのそのなんなか人口動静とかの話をしていて。 でそのソ連が崩壊する時っていうのは新生児の死亡率が高かったと。なのでそのもうこの国やってらんねえよってなったんですけど割とその新生児出生率とかもずっとあのプーチン世間下で良くなってるんですよね。でそのなんか平均寿命とかも伸びてたりするのでなのでそのロシアの国民としては昔に比べると良くなってるよねっていうのがあまり変わってないんですよ。 その西側から見てる西側、まあ、日本の人たちから見てるとその経済制裁とかもあるし何かその金持ちとかがロシアから逃げ出しているとか ID 系の人がロシアから逃げ出しているとかっていうそういうニュースばかりを見るので何か優秀な人どんどん減ってんじゃないのっていうふうになるんですけど所詮数百万でロシアって3億人あれ2億3億3億か3億人の人口がいるので。 そ,のそれぐらいいいの優秀な人に向けても別にいいよねって国なんですよ。あの超絶優秀なやつに国を引っ張ってもらおうとかっていうタイプの国ではなくて割と超絶優秀な人でも粛清しちゃってなんか無能でもなんとか回すっていうので3億人を回してるっていうタイプの国の作り方なのでなので結果としてやっぱりそのロシアが。 じゃあその優秀な人たちがいなくなったり金持ちがいなくなったりしたからそのじゃあ俺たちも国壊してくれたらしようぜっていうとなかなかならずで優秀な人とかも粛清されて死んでしまったりするので結果優秀な人がいなくてもある仕組みっていうのをずっとあの生き残らせてるっていう。あすすすみみまませせんん人口3億いいで,すですかっていうのもあるので、まあ、なかなかロシアとのウクライナの戦争は終わらんよねと。でその仮にじゃあウクライナから完全撤退してしまうと。 あのウクライナがそ NATO に加入してしまう可能性があるんですよね。<laughs> 要はその NATO っていうあのアメリカとヨーロッパがやってる軍事同盟にウクライナがまあ入りたいって言ったのがもともとのロシア・ウクライナ戦争のきっかけであると言われてるんですけど。でそのまだ ただ戦争の最中の国 NATO に入れちゃうとその NATO に入った時点でじゃあロシアとアメリカとヨーロッパの国がガチで戦争し始めなきゃいけないっていうのがあるのでなのでそのウクライナがロシアと戦争してる限りは NATO に入れないよっていう状況ではあるんですよ。 なので、そのクリミア半島とかでずっと内戦をしてたりとか、ドンバス地区とかでずっとなんか内戦をしてるような感じで、まあ、あの、表向きな大きな戦争はないけど、一部地域ではずっとなんかだらだらと戦争が続くっていうのが、10年ぐらい続くんじゃないかなと思います。で、なんで10年かっていうと、多分プーチン大統領が死ぬまではそのロシア、ウクライナ戦争変わらないと思うんですよね。のの あのプーチン大統領がもしロシアとウクライナでウクライナに対して魔境を認めた場合にそのの政治的な権力が失われてしままううと思うんでですよねであの、まあ韓国の大統領とかってその大統領を辞めるとなぜか刑務所に行ったりとかなぜか自殺という形で亡くなられたりとかなんか死刑になったりとかっていうので割とその失脚しがちなんですよね。 でプーチン大統領もその長年のいろんなまあそのまあもう何十年もずっと権力を握ってたので多分権力の座から落ちるとまあこんな悪いことしてたよね腐敗してたよねっていうのがバンバン明るみに出て、まあ、刑務所かまあ下手したら暗殺みたいな状況になると思うのでなんでそのプーチン大統領にとってみるとロシア・ウクライナ戦争って自分の命がかかってるんですよね要はこれ負けたら俺殺されるじゃんみたいな社会的なそのあの、まああま殺されるというのも含めて。 なので、そのプーチン大統領自身が自分から辞めるわっていうカードはまずないだろうなっていう気がしてます。えー、来年から北海道の札幌ドームではプロ野球の試合が開催されません。これまで売り上げには半分を占めていたイベントがなくなるそうです。プロ野球のあを今後埋めるのが課題ですが、数年後には黒字化する見込みの札幌市は出しています。本当にうまくいくでしょうかいかないんじゃないですかもともと札幌ドームが全然使われてなくて、 であの新庄監督とかを呼んで何とかしてもらったのでであの量の人数とイベントを札幌で集めるのはなかなか厳しいと思うんですけどまあとはいえそのあの前向きなことを言わなきゃいけないので何とかなるよって言ってるだけで実態としてはやべえっていう感じだと思いますけどね。であの民間とかだと死ぬほど頑張って黒字に持ってくっていう人いるんですけど。 やっぱりその民間じゃなくて市が運営してたりするとその担当者とかも別になんか売り上げが赤字になったとしてもそれは日ハムいなくなったんだからしょうがないよね。でまあ4年ぐらいしたら配置転換とかでまあ別に配置転換になったからもう俺そのなんなかあのドームのこと関係ねえよっていう風になっちゃうので。なののでその 民間だったら責任取らされるから必死に頑張るとか、まあ、自分の金かかってるから必死に頑張るとかあるんですけどまあ何年間か回してまあ赤字でしょうがないですよねっていうのって流すっていう感じになっちゃうんじゃないかなと思いますけど。 え息子が「ひろゆきって右翼なの?」と聞いてきました。私は違うよ。ひろゆきさんは自身がおかしいと思ったことを主張してるだけだよ。たまたま最近の相手が細工の中エ NHK たちだけってだけだよ。あと細工にも右翼にまともな人よりせんない人もいるからネットとかで細工だから右翼だからってよく書かれてるけどそれはよくない考えなんだよというと思いました。息子以上のリテラシー教育がなりましたが何か間違いを指摘があればおします。そうですね。僕はあの何だろうずっとベーシックインカムを実現するにはどうすればいいか,かいいっていうのをもう5年前ぐらいからやっていて。 あの日本国民一人当たりで7万円配った方がいいよねみたいなことをずっと言ってるんですよね。 で社会的な政策の話をする時とかに例えばあの年金もらってる人がコンビニで働いちゃうとその何か時給1,000円以下でもじゃあ年金で月に6万円もらっていてプラスコンビニで5万円もらえたら11万だから全然暮らせるよねだからなんか昇給とかなくても時給安くても働けるよねっていうのがあるからまずいよねみたいなのを書いてるんですけどあれは僕はその高齢者がどうこうっていなくて。 要は高齢者だけが年金をもらってる状態がまずいからなので全員がベーシックインカムっていう形で7万円以上もらえるんだったら若者も7万円もらいながらバイトするし高齢者も年金でプラスベーシックインカムで7万円ぐらいもらいながら働いた方がいいよねっていうあの結論としてはベーシックインカムいいよねっていう話に持っていこうとしてるんでどちらかというと僕最悪だと思うんですよね。 であのー、まあ、少子化対策の話で僕が言い出したはずなんですけど僕以外の人も最近出してるあの子供も産んだら1000万円あげたらいいんじゃねみたいな話とかもあのあ明らかにどちらかというと左側の思想だな気がするんですけどただまあ,あのその全然聞い例えば核武装した方がいいよねみたいなことも僕言うんですけど。 例えばじゃあそのフランスっていう国があのめちゃめちゃ左の国なんですけどでも核持ってるじゃないですかだから核武装した方がいいよねというのが右なのか左なのかとかあんまり関係ないんですよね。 その国としてじゃあその戦略的に考えてこういう核みたいなものを持ってた方が長期的に得なのか損なのかみたいな話をした時にその核武装していた方が、まあ、他の国とも中立に渡り合える可能性があるからじゃあそれは核武装した方がいいんじゃないですかっていうだけで別にあの僕右だからとかで言ってるわけではないんですよ。はいななののでなんかあの ツイッターだと140文字しかないのでなかなかあの細かくは書けないんであの誤解されがちではあるんですけど、ねまあ、誤解されてもいいやと思って書いてるんですけどなのであのよく誤解されています、はいで。今日のタイトル「愚か者すべて知る賢者を知らず」っていうのをしたんですけど僕はツイッターで割とそのツッコミどころを用意して書くことが多いんですよね。 でそれは割とあの面白い話だったり実例だったりこういうのあるよみたいなのがもらえたりするんですよね、ただで。なので便利じゃんっていうのでツッコミどころあるんですけど。で、世の中にあの必ず正しいことを言う人がいると思ってらっしゃる人がいるんですけど、あの僕の知る限りあの大人は必ず間違えるんですよね。<laughs> なのであの間違えるのが前提で、でもその中でも正しいものを探していこうっていうのでいいと思うんですよね。 なので、あの基本的に僕はその間違いをバンバン言うし、間違えたことも隠し、で、ただそれで、こういう間違いをした理由はここですと。なので、じゃあ新しい情報が入ったら、じゃあそちらが正しいよねっていう形で、じゃあ新しい情報、またその現時点では正しい情報っていうのを信じるっていうのをやるようにしてるっていうだけで、なのでその間違いを犯さないようにしようとすると、多分その何も言わない、もしくは正しいことも調べないになるんですよね。要はその自分が信じていることっていうのが、まあ、 正しい場合も間違ってる場合もあるんですけどその表に出さない限りそれ正しいよとかそれ間違ってるよとか教えてもらえないじゃないですかでそうなんかそれを言われるのが嫌だっていう人はずっと隠しつければいいと思うんですけど僕は割とその自分の考えが間違ってるんだったらそれは直した方が得だよねって考えるタイプなのでなのであの割とその自分の考えを書いて忠誠されるっていうのは喜んでやってたりします えー、広木さんこんばんは38歳男性です。転職で給料を上げるにはどうしたらいいですか基本的には前職の給料を考慮されるたのもほん変ありません。転職エージェントに相談したところ、転職すると給料が下がるのは一般的とのことで、面接で給料アップの交渉は心証があるのでやめた方がいいと思うんです。転職するにはそちらのご示くださいえっと、まず、正しい給与を言う必要がないです。あの、なんか、その転職する時ときともに自分の給料を正しく言っちゃう人いるんですけど、あれ間違いです。あの、そもそも、 あの20万円ぐらい高い高給料を言ううよにしてくださいで同じぐらいのところに移動ですか、まあ、同じぐらいならいいっすよみたいな感じで言った方がいいです。な,なんでそうなのかっていうと判断すする人が多いんですよ例えばじゃあ、えー、と20代で年収300万円の人ですっていうのと20代で年収1,000万円の人ですっていうのが2人いた時にどっちの方が優秀だと思いますかって言ったら人は年収1,000万円の方が優秀だと思うんですよ。 なのでじゃあこの会社で管理職をやってました年収600万円ですって言われてもああまあそういう感じねっていうのをでもその人が800万円もらってましたっていうとあじゃあ結構この人そこそこ優秀なのかなみたいな誤解をされるんですよ。 で結果として受かりやすいっていうのもあるので、なので給料を上げたくて自分を優秀だと見せたいのであれば、とりあえず今もらってる額よりもプラス50とかプラス100とか言っちゃってください。で、あとで源泉徴収でバレるやんとかは、バレない方法はいくらでもあります。副業しちゃうとかね。要は転職の最中に、そのなんか、転職期間の間に1ヶ月の間に別のなんか事業を家でやってたので、なので、源泉できませんとか、いろんな理由をつけることができるので、で、源泉徴収、過去のやつ出せとかでも、なくなっちゃいましたっていうと、 もうそこまで追求してこないんですよね会社ってなんか経理とか人事とかうだうだ言うんですけどほっといてもその過去の源泉徴収票を出さなかったからクビになるとかないので <laughs>、えー、小説家を目指してるんですがブレイキングダウンでそれを引き付けしたいと考えています過去にボクシングでインター感じた経験があるんですがどんなキャラでアピールすれば選ばれそうですか えっと、正サさんがトントン拍子で行ったので、要はその、ヤンキー系悪いそうなやつっていうのがいっぱいいる状況なので、それが来ても、ああ、またあれねっていうふうに、結構スルーされちゃうんですよね。んで、その中、あの、キャバクラ城と同伴するために来ました、みたいにマサオさんっていうのが、割とキャロもしれちゃうんっていうので、 そのあのあリハもやってその,、まああのオーディションの最中にちょっと強いかどうかわかんないからじゃあちょっと試合やってよみたいなパターンあるんですけどで正雄さんたまたま怪我してたのでそのオーディションの時に試合もやらないでいきなり本戦出場っていうタイプだったんですよ。でやっぱりあれはそのキャラが面白いから結構なんとかなるんじゃねっていうところがあったの,のでなので他の人のかぶらないキャラを目指すといいんじゃないかなと思います。 ひろゆきさんの意本当に欲しいです。売れづらいものですが、韓国のハロウィン事故についてですが、個人的な意見はすべて自己責任で勝手にワイわイして事故あって、なんで警察は国のトップを責任を取らなければならないのか理解に苦しみます。この意見は人間として終わってますかえっ、ー、と、基本的には、その、どちらの意見が正しいかではなく、そういう考えがあるよねという話なんですよね。で、例えばじゃあ、その、えっ、ー、と、バイクに乗るときにヘルメットをかぶるべきかどうかっていうので、 あの日本の場合ってヘルメットっった方ががいいいよよねっていうのが主流なんですよです一応それがあの、まあ、ヘルメットかぶらないと違法なんで,でアメリカとかって別にヘルメットかぶらなくてもいい州だったりもあるので,なのでその人たちにとってみると別にヘルメットなんかどうでもよくね要はその怪我してその嫌な思いするのは自分だから自分で決めることであってその法律とか他人に縛られることではないよねっていう考え方もあるんですよ。 でヨーロッパとかだと崖とか行っても別に柵とかなくて落ちたら落ちたでそれお前が悪いよねだって崖なんだもんって話なんですけど日本の場合は崖から誰かが落ちたらそのじゃあ子供が落ちましたそれがかわいそうだと泣いてる親っていうのを見ると誰のせいだっていうので誰かの責任にしたくなるんですよで子供が落ちて死んだ場合は100%親が悪いですなので泣いてる親に対していやいやお前らがちゃんとしなかったから悪いんだよ っていいうのが本来は正しいんですけどなぜかその子供を失って泣いてる親はかわいそうなのでそこに柵をつけなかった国や地方自治体が悪いってなると要はかわいそうな人を責めなくてで国や地方自治体って顔が見えないので誰かわかんないから文句言いやすいんですよ。いやーここに国がガードレール作ってたら絶対あの子生き残っったと思うんですよマジ国が悪いと思うんですよっていうと国って誰とか長寿自治体って誰ってなのでとりあえず国とか役所のせいにしがちっていうのがあるんですよね。 で韓国の,その,あのハロウィンでその何百人も圧死してしまったっていうのってただそんなとこに行っちゃって結果として死んじゃって多くの人が死んでかわいそうだよねこの怒りをどこにぶつけるべきなのっていうので仮装してあんなとこ行くやつが悪いよねって言ったらそれはその要は共感を得ないのでじゃあ国が悪いよねっていう形に持ってくっていう。 だからとセボン号でしたっけあの船が沈没した時もそれ船長が悪いんじゃねとかって話なんですけどなぜか国が悪いってことになっちゃうんですよね。セボル号か。なので割とその東南アジア韓国とかあの日本とか中国とかってそのなんか国とか政府のせいにしたがるんですよね。でヨーロッパとかあのアメリカとかは割とそれは個人の問題だよねっていうその個人主義が多かったりするのでなのでそこら辺は国によって違うんじゃないかなと思います。 えー、海外に移住予定、諸事情で日本に住所を残す、かっこ郵便物を配達してくれる場所を残したい必要があります。しかし、親切金すなし、友達ゼロで住所を貸してくれる人がいません。ひろゆきさん、何か要はもしくはお情報をご存知しようか。ひろゆきさん同じ状況であればどうされますか僕はアパート借りっぱなしにしてますよ。別に、あの、アパート借りるときに、海外に移住しますとかって言わないで借りっぱなしにしてるだけなので、で、ずっと家賃払ってるので何の問題もない感じです。なので、あの、普通にアパート借りればいいんじゃないかなと思いますけど。 ただあのまあメールボックスだけ借りるっていうとか支所箱とかで計測すれば出てくるので、あの本当に郵便物だけだったら、そういう形であの郵便物を受けるっていうのは可能ですよ。ただでも、郵便物の種類によっては、支所箱だと受けれないのがあったりするんですよね。あのクレジットカードを登録している住所だったり、でその場合はあのメールボックスに見えなそうな住所っていうのを貸してくれる場所もあったりします。 あのオフィス用みたいにしてるところが書箱書箱っぽくないあの住所をくれたりするところもあります。えー、30歳の男です。日本で増税が続く理由はなだと思いますか。私自身は日本国民の苦しい様を見たいという欲求もあり増税賛成なのですが、景気を回復させるために一時的にも減税して消費拡大を図るのが一般的だと思うために質問しました。 あの日経テレ東大学っていうところであの渡辺良美さんっていう人とお話をした時にまあ、同じ話になったんですけどでまあ、そこで自民党の内部にいた渡辺良美さんが言ってることいわくあの国会議員ってその何らかしらの利益代表の人って多いんですよね。例えばじゃあその国 と国土交通省属と言われる人たちってあの我が村にダムを作ろうとかうちの村の中あの村になんか先祖のなんか新幹線を引こうとかその自分たちの地域に何らかしらの利権を持ってきてくれる人はいい政治家ってなるんですよまあ、結果としてそこでお金が来るし仕事も来るからなのでその多くの予算を引っ張ってくる政治家が正しいってなるんですよねでそうするとじゃあ自分たちが国の予算 引っ張るためにはどうすればいいかっていうと増税して国がいっぱい予算を持ってた方が持ってくれる量増えるじゃないですか例えばじゃあその50兆円しか日本の予算がありませんって言ったらまぁ1件ずつ配ったとしてもせいぜい1兆円ずつですよでも国家予算100兆円になったら1件ずつ2兆円とか配れるじゃないですかそうすると2兆円もらった方がめちゃめちゃ儲かるよねっていうふうに人は思うじゃないですか1兆円より なのでそうすると、で、その増税っていうのは日本人全体に対して薄く徴収されるのでなのでその例えばじゃあその国土交通族の人たちがダム作りたいとかでこのダム4000億円ですとかってなってでもその分あの消費税ちょっと上がりますよって言ってもまあ知ったこっちゃないんですよその地域で4000億円の方が儲かるから。 っていうのがあって各地域が自分たちか国からいっぱいもらった方がいいよね感じてきた方がいいよねって考えてそういう政治家を選んでてでそういう政治家は自分がずっと政治家でい続けるためにはまあ,あの財務省に頼んでいろんな予算をもらうっていうのをやり続けるっていうのがあってなのでその財務省としてはどんどん予算を広げるしかないんですよねだって政治家が増やせって言うんだもん。っていう話でさえ、はい、景気を回復させるためには減税は正しいと思いますはい。 あの正解だと思います。ただその正解にたどり着く割合が国会議員の半分以下ということだと思います。だから減税した方がいいよねって言ってるのって、えっと、共産党と令和かなで結局その日本人の多数の人たちって自民党と公明党に投票していて過半数の国会議員っていうのは自民党と公明党なのでなのであの減税したいというふうに国民は思っていない,という。と で結局そのなんで増税減税にこだわるかっていうのだとあのお金をもらう側の人と払う側の人の割合の問題だと思うんですよね。要はその増税困るよねって言ってるのって税金を払う側の人なんですよ。でもそのあの増税してもいいよねっていう人って税金もらう側の人は全然増税構わないんですよ。だって俺もらう側だから。で あの日本の,その人口の3割の人が年金もらってる人たちなんですよね、老齢年金とかあの障害者年金とかも含みますけど、で生活保護とか、なので、そのじゃあ、所得税がめちゃめちゃ増えましたとか、法人税がめちゃめちゃ増えましたとかって、どうでもいいんですよあの、自分の年金とかには全く影響がないから、なので、あの別になんか増税しまくればいいんじゃないの、俺の取り分増えるから、なので、増税とかどうでもいいっす。 っていう人たちが割と既に3割てでさらに高齢者予備軍みたいな人たちかであと数年で年金もらえるよねっていうだったらそれも社会保障費バンバン使ってくれないと俺の取り分減っちゃうじゃんみたいになるのでなので社会保障費バンバン増やした方がいいよねっていう人たちってのが割と日本は多くるのでなんでその税金もらう側の人たちっていうのが多数派になった時点でもう税金減らした方がいいよねっていう人たちが多数派になることはないんじゃないかなと思います。 ひろゆきさんこんばんは地方消防団員です近年団員不足が続いておりなんとか団員を確保したいです関与、えー、対象は市内に十分いる状態ですが強制にすると市に行く状況でしかり行われます何か良い関容方法を団員確保の策をご教授くださいなんかどこを火つけられるんじゃないですか <laughs> これ冗談で言ってますけどいや結局その消防団員がいないと困る理由っていうのがまず分かってないっていうのと あああとあの、まあそのまそ知識によって違うかもしれないですけどその消防団員になり手が少なないとで消防団員になるようなタイプの人は飲み会が好きである。なので定期的に飲み会をするということにして消防団員を集めようっていうので飲み会好きが消防団員に集まりすぎちゃったせいで消防団員になったらなんだかしんないけど飲み会に参加しなければいけないっていうことになってマジ飲み会とかうぜえよと。 別にあのなんか歌手になった時手伝うとか全然いいんだけどなんか月1の飲み会とかで必ず時間取るのは嫌だから入りたくないみたいなことになっちゃったりするんですよね。なのでそのあのあ義務はこれだけですと。 なので別に飲み会も参加しなくていいですと。1ヶ月に1回の練習が来てくればいいです。とかで、ちゃんとその、どれぐらいの時間取られるかっていうのをはっきりさせるっていう形にしたほうが、今時の人は増えるんじゃないかなと思います。ちなみに、あの火つけたほうがいいんじゃねって話を何でしたのかっていうと、あのバックドラフトっていう結構有名な家事映画があるんですけど、ね映画のネタバレになるので、この辺にします。はいえー、精神病は諦めなければ絶対治ると思いますか思いません。 例えばそのあの工事機能障害とかの人とかって割と交通事故とかでなることが多いんですけどそれでもう脳に物理的な損傷があるんですよね。なのであの諦める諦められないじゃなくてもう物理的な損傷があったらそれは治らんよねって話です、まあ、ただ脳の場合ってあの一部機能が損傷しても他の部分が同じようなことをカバーすることによって結果としてあの治ったように見える形になる場合もありますけどまあ、一生治らない人もいますよとはい。 えー、知的障害ででも iq を高くすすることはできますかあのー、この多動症と言われるタイプだったり自閉症と言われるタイプだったりの人でそれなりのあのある種の知的障害なんですけどただ IQ 高い人いっぱいいますであのサバン症候群っていうあのレインメーカーレインマン。 っていう映画でも出てくるんですけど、ガスティン・ホームがやってる、あの、めちゃめちゃ記憶力いいですみたいなタイプもある種の知的障害なんですよね。見たもの何でも覚えちゃいますみたいな。っていうのもあったりするので、あの知的障害で IQ が低い人もいるんですけど、IQ めちゃめちゃ高い人の中には、逆に知的障害の人割りで高いんですよね。確かね、メンサっていうなんか IQ150 以上の人が入れる組織があるんですけど、なんかね、メンサのね、その知的障害とうつ病率が優位に高いらしいんですよね。 結局そのまあ,あの脳の処理能力が一般より高いということはそこを高くしているために何らかしらの不具合が脳に発生しちゃってるんですよね。なのであのでそそれがその 知的的障害的な例えば突然寝てしまうみたいなタイプのあの睡眠障害を抱えているイェール大学の成田先生みたいなパターンとかその要はあの IQ だけを高くすることっていうのは多分それなりなまあ IQ 高くて何の問題もないですって人もいるんですけどまあ、IQ が高い側に代償がある人っていうのは結構いたりするんですよね。 であの一般的に言われる IQ をひたすら高くしたいのであれば IQ テストの練習をし続けるとあの IQ 高くなります要はあのサイコロをこうなんか開いた時にここが5かとすると反対側い、えー、と2じゃないですか。 っていうののそのなんかサイコロのあの断面図みたいなのがあってでそれがこうずっとなんかこう,こう,こうなんかあの重なった場合にではここのサイコロは何でしょうとかこういうふうにいろん,んな四角が置いてある場合この四角いキューブは何個でしょうみたいなのって練習するとあのあこういう場合はこう1段がこうでこれ4つだから20あってその上にこの足すだけだから足す部分だけを足せばいいよねみたいな割とコツで覚えられるんですよね。 いなのでその IQ テストの IQ だけを高くしたいのであればその展開図だったら IQ テストのパターンを覚えてひたすらやると IQ テストの点数は上がります。あの「数読」っていうゲームが昔任天堂 d s で流行ったと思うんですけどあの数読じゃねえやえっ、ー、とね何だっけずず、うん、頭良くするためのゲームなんて言ったら数読じゃなくてなんか名前忘れちゃったんですけど脳トレだ。 で、あの脳トレって、やると、あの脳トレは超得意になるんですよ。あの脳トレがめちゃめちゃ得意なおじさんになるだけで、頭は全く良くならないんですけど。ただ脳トレというゲームで点数が高いと、頭が良くなると誤解をする頭の悪い人たちが。ひたすら脳トレの得意な頭の悪い人っていうのになっていたっていう、あのすごく懐かしい話があります。はい、ええー、ひろゆきさん、こだわって使ってる文房具ありますかありません。 えー、広木さん放課後児童健全育成事業をご存知でしょうか学童クラブなどに対して決められた条件をクリアできれば児童数や解消の条件により国からの純金がもらえる事業です私の会社は保育者からの保育料とその事業でもらえる補助金のみでしか運営できない状況です海外ではそういった子供をつける施設も同じように国からの補助なんてあるのでしょうか日本でのそういった事業に対する補助金は高校へ下がっていくと思われますか放課後児童健全育成事業とかいうのが最も一般的に知ってもらえたら嬉しいです えと国が出してるパターンでいくとフランスとかは児童養護施設自体を国が出してるんでまあ日本もそうかあの要は児童養護施設的なやつで条件クリアしたらお金を出しますっていうのがあるのでその中であの放課後も預かりますよっていうパターンもあるのでそれもあれば海外はあると思いますけどただその児童養護施設みたいなのあるんですけど放課後だけ集まりますっていうタイプのに補助金出してるみたいな話はあんまり他の国で聞いたことないですね。 教会とかで独自にやってるのありますけど補助金は出てないんじゃないかな、えー、最初にロシアのスパチャ読んでもらったもので嬉しいです初回えー、と初2回スパチャですしばらく国政選挙ないのですが今の政党で投票するとしたら何党ですか答えにくかったら大丈夫ですバックドロフさんめちゃめちゃ意外が,、えー、がと多分もう今党で考えるべきではない気もするんですけどあの少なくとも僕はあの統一教会の問題は何らかしらで解決をするべきだと思ってるんですよ ではその宗教団体ってあの心の弱い真面目な人に、まあ、たらし込んであの金巻き上げるっていうのが割と統一教会がこうやったらうまくいくよねっていうのをまあ、被害者もいっぱいいますっていう状況で世の中が分かったわけじゃないですか。であれがオッケーですってなったとしたら多分他の団体も同じことをし続けると思うんですよね。 その気の弱そうな真面目な人をたらし込んでなんかあの働いた給料の十分の一つ出せやとかなんか結構相手こいつなみたいなことっていうのをずっとやらされ続けることになってしまうんですよなのであの統一協会の問題は解決すべきだと思うんですけどただ自民党公明党はそれを解決する気が一切ないっていうのがあの明確になってらっしゃってるのでなのであの自民党公明党に投与した方がいいんじゃないかなと僕は思ってます ええー、こんばんみ、ひろゆきさんは採用面接するときに相手のどこを重視しますか。年間の独立開業を来年5月に控えにこれから複数人との面接控えています。面接だけ人を見るのは難しいことは重視をしていますが、ひろゆきさんは合わせいただけると嬉しいです。えっと、あの仕事が優秀そうかどうかって仕事をやらせてみないとわかんないんですよね。そのすげえあの優秀な実績がある人がいたとしてやらせてみるとめちゃくちゃ遅いっていうパターンもあるんですよ。 要はあの過去に超優秀な成績を収めてるんだけどただそれはどれぐらい時間がかかって行われたかがわからないとかあの超絶優秀なんだけどめちゃめちゃ気難しくて話しかけるのも面倒くせえとかあのコミュニケーションしづらいとか。 あのなんかその話しかけても聞こえないとか,あのなんか朝来ないとかその働いてみると起きる出来事とかトラブルって結構多いんですよ。であの大企業とかで優秀で人当たりも良くて見た目もいい人がバンバン応募してくる会社は優秀な人をとっても大丈夫だと思います。でも中小企業ってあの人当たりも良くて頭も良くて優秀な人が応募してくることはないんですよ。 あのここがよくある誤解なんですけどなんかあのななので中小企業は基本的に優秀そうっていうのは優秀そうに見えるだけの無能が多いんですよ。なのでじゃあその面接で何を見るかっていうとあの仕事が優秀かどうかじゃなくてあの一緒に働いて不快かどうかっていうぐらいは間違いないんですよ。 でその面接の時にあこの人話して楽しいなとか趣味合うなとかじゃあまああの仕事はできないかもしれないけどこの人と一緒に仕事をしてるとまあ楽しいなっていうぐらいの人を選んどけば結果として仕事がダメだったとしてもまあまあうちの会社は無能しか来ないからしょうがないよねってなるしでもまあ仕事楽しいから別にいいやっていうので。その 給料ってていううののをををその嫌なことをしてお金をもらうためのものもなんですけど基本的にただまあ環境が楽しい方がまあ同じ給料でも楽に暮らせるよねっていうのがあるのでなのであの話してると面白いやつとかあのちゃんと風呂入ってるやつとか選んだ方がいいと思います。超絶優秀だけど風呂入らないやつとかいるとあの周りが困るんで。 えと先ほど日本に住所を残したくメールボックスに見えない住所を教えていただいた件につきまして一体何でしょうか何度検索レベルで出てきそうでしょうかメールボックス、私書箱代行とかで、ね。 あと、あの、貸しオフィスとかでも、あの、貸しオフィスっていう、あの、シェアオフィスみたいな形になるんですけど、実態としては郵便箱1個で、で、あの、オフィスとして会議室を使いたいんだったら、申請してお金払って使うみたいなところがあって、なので、オフィスがあるように見えるんですけど、実態としては郵便箱しかないみたいなパターンもあったりするんですよね。なんで、そこら辺で検索してみるといいんじゃないかなと思います。 えー、もう一つ質問でひろゆきさんは以前瞑想は学生の時の低血圧の時と一緒だというようなことをおっしゃってました、えー、それってどんな感情のな脳みその状態なのかもう少し詳しく教えてください今日、えー、瞑想の境地を知りたいです別に僕瞑想の境地に行ったわけではないんですけどあの僕もともと低血圧なのであの寝起きで起きてもあの脳が回らない状態でこう目をつぶって呼吸を 低い呼吸をずっとし続けてでなんか起きるのめんどくせえな今日何しようかなみたいなことを考えてるっていうのがあるんですけどあの瞑想する時も基本そうでそのあのあ鼻から吸って口から出すっていう呼吸をずっとあの同じテンポでゆっくりとやり続けてでそれであのいろんなことを考えるっていうのがやるので基本的にあの瞑想の時やることと僕が寝起きのことやるとこ,ことって一緒だったよねっていうそういう話です。 今も血圧だいぶ高くなりましたけどもともと僕血圧高い方が100なかったんですよ、ね。あのまあ寿司とかも醤油かけないし豆腐とかも醤油かけないのでそのなんか日本人の人って食べ物に何でも醤油かけますよね。であのなんかその白身魚とかって醤油かけたらもう醤油の味しかしないじゃないですか。だからなんかなんでそんな何でも醤油味するのって思うので僕基本的にあんまり味付け濃くしない派なんですよ。 なので、あの結果として血圧がそんなに上がらないっていうのもあるんですけど。えー、はじめまして、こんばんは、32歳男です。現在、転職活動しています。衛星 CA 早々の業界いいじゃないってもらったのですが、広くさん、CA 早々に未来があると思いますでしょうか、まあ、未来はあるんじゃないですかあの、ユーザーは減ってって、売り上げも減ってって、給料もそんなに上がらないと思いますけど、CA 早々がなくなるかっていうと、なくならないと思います。あの、結局、そのあの、放送関係って、その、 えっと、よほどのことがない限りあの赤字でも続けた方がいいよね。なぜならまあそこの利権っていうのを手放すと結構後で取るのが大変だからみたいなのもあったりするのでなんだ放送利権ってほとんど手放されるんですよね。で地方のテレビ局とかの、まあ、地上波地方でもここ10年で1個とかじゃないですか確か潰れたのは。なのであのなかなか潰れないので<あ>そういう意味ではあの そのうまくいくかっていうとうまくいくかないんですけど潰れるかっていうと潰れないんじゃないかなと思いますとはいえあのなんかマージャンとかのなんかどうでもいいチャンネルとか CS は潰れたらしいですねえー、変な質問ですいません愚行権という言葉を知っていますかできればその是非について意見をお願いしますえっとまああの愚かな行為でも人はする権利があるよねってやつでで基本的に日本人というかまあ,あの生きてる人のほとんどの人がやる行為は愚行だと思うんですよね あの例えばじゃあそのライブとかでじゃあなんか S 席1万円ですとかって払ってなんかすごい楽しかったって言っても多分それってその感情とか快楽とかであの自分の脳内の信号なんですよね。でその脳内の信号に対してなんか1万円払いましたでその1万円っていうのがじゃ時給1,000円だと10時間働かなきゃいけませんっていうので自分の人生の10時間を切り売りしてるわけですよ。っていうのもあってその。 愚かな行為で、まあ、そのなんかこのアイドルは超絶好きなんだからいいじゃんっていう人もいると思うんですけど人から見てみるとそれがホストクラブだったりとか,なんかあのジュニアアイドルだったりとかなんだかよく変わからないあのなんかおっさんが中にいるんだけど声かいてるからなんか女の人に聞こえるあのバーチャルアイドル的な VR なんかだったりとか VTuber だったりみたいなのがあってその他の人から見るとおかしな行為っていうのは人は多くやってるんですよね。で多くの宗教も僕は基本的には愚行だと思ってるんですよ。 あの僕はあまり宗教を信じるタイプではないのでなのであのなんかどうでもいいことを信じて頑張ってるなぁとは思うんですけどまあ、とはいえそういうのを信じてやりたい人たちは好きにすればいいと思うんですよ。でそれは別にあの人それぞれ多分あると思うんですよね。だから僕がその、えー、とゲームをよくやったりとか映画とかによく時間を費やすんですけどそのゲームをするとかってお金を払って自分の貴重な時間を潰してるし映画とかもまあ貴重な時間を潰してるわけじゃないですか。 なので、あの愚かなことをしてるよねって言われるのは、うん、そうだよねとは思うんですよ。なので、基本的に人類がやる文化的な活動の多くは愚行なんじゃないかなと思います。 え20代です。現在、アルバイトをやってますが、シフトを減らされたので転職を考えていますが、1つ目は今、勤めてる会社が社員雇用ありの求人だったので応募して頑張ってきましたが、社員になるのは難しそうです。たまにそういう求人を見かけますが、応募しない方がいいでしょうか。2つ目がゲームクリエイター未経験下の求人です。えー、PC 未経験でも大丈夫みたいな求人がありますが、応募に引きません。理由としては、IT 系でプログラマに応募したのですが、研修でつまずいてしまいました。ゲーム系も似てますよね。 えっとあの会社によって全然違うのででたかがアルバイトなんで辞めたとしても別にあの大して経歴変わんないのでとりあえずやってみると言ってますよ。あの仕事って会社によって全然違うし職種によっても全然違うのでなんであので1個の会社がそうだったからその業界全体みんなそうだろうみたいなのはないんですよね。 でああのまあ、プログラムは多分向いてなかったんだと思うんですけどあのゲーム系とかだとあのカスタマーサポートだったりとかゲームのデバッグみたいなのがあったりしてなので全然違う仕事もあったりするので、まあ、ひとまずやってみてで会うかもないか決めた方がいいと思いますよで今のねなそのあの社員になれるかもみたいなのをこうぶら下げといてアルバイトでずっと続けるみたいな会社っていっぱいあるんですけどそういう会社っているだけ時間の無駄だと思います えー、うつ病は絶対治る感するすすと思思いいままか薬物療法にて思いませんあのうつ病が必ず治る薬とかっていうのがあったら多分ノーベル賞取れるんじゃないですかね。えー、ここ数年レディーファースト言葉やしてる人を見かけましたが親がいきなりすごく言っています自分の考え的に差別ではと思いますでも通じませんどうしたら黙らせることができますか えっと、レディーファースト的なことを礼儀作法としてやってるっていうので行くと、割とあのフランスの人は人が通りがか,かるとドアを必ず開けてたりするので、で、まあそれが男性の場合も女性の場合もあるしっていうので、で、なんかあのおばあちゃんが荷物持ってたら持ってあげるとかもありだったりするので、なのでレディーファースト的なこと言うからせんですけど、で、問題は、あの、 そのレディーファースト的な礼儀をした方がいいよねと言ってる人に対して黙らせなければいけないというふうに考えてるあなたの考え方が間違ってると思います。要は、ああのじゃあレディーファーストみたいなことをやめましたと、その親が言うのをやめましたと。それは多分また別のことを言い始めると思うんですよ。で、あの他人は思ったことを言うし、それに別に影響を受ける必要はないっていうことを先に学んだ方がいいと思うんですよ。要はその レディーファーストなんかしたくねえよだからこいつを黙らせればならないではなくてあの世の中多くの人はいろんなことを言いたい放題言ってるけど勝手にみんな喋ってればいいんじゃないの僕はそれやらないけどねっていうふうにしないと一人一人全員を黙らせててるってかなり難しいんですよまあ家族だったら可能かもしれないですけどじゃあ学校とか大学とか職場とかいろんなところで多くの人がいて多くの考えを言ってるのででそれに対して黙らせるっていうのはできないのでそのいろんなことを言う人がいるよねーってよね。 っていう風に受け止めるっていう形で自分が変わった方が人生いいと思いますよ、えー、おしゃべりるメーカーで敵のことを喋らせ楽しんでるユーザーですメーカーで生成するとブラギノウンの c m のような細マグリ動画しかできないのでゆっくりレームのように口パクする広くさんの肉体を作っていましたアイコンのようなイラストです、えー、アドバイのキャラクターアニメーターというソフトで行くんですがいい感じにできたので配布してみてもいいでしょうかゆっくり広き文化ができればなと思ってますご自由にどうぞ えー、以前無能な経営者はどんどんと破壊すると言ってましたが、今のジャニーズ事さ数年後存続していると思いますかあ、思います。えっと、存続はしてると思います。ただあの、の崩壊の速度はだいぶ速くなるかなと思います。はい。あの、その、ジャニーズ事務所のジャニーさんっていう人が超絶優秀すぎたんですよね。で、その、 あの,かってるの,要はその若い男の子なんて世の中にやたらいっぱいいるんですけどその若い男の子の中で才能があったり伸びそうな人たちを見抜くっていう力とあとそのあの体育会系で礼儀作法をきちんと教えて先輩後輩っていう文化をきちんとやってでその。 通りががかるスタッフたとえ AT であってもきちんと礼儀正しく頭を下げるっていうそういうその立ち振る舞い礼儀作法とかもきちんと教えた方がいいよねっていうところをジャニーさんがずっとやり続けた結果のジャニーズ事務所なんですけどでそれをわからない人たちがそのなんかジャニーさんいなくなっても別に今優秀なタレントとかいるからじゃあなんとかなるんじゃねみたいなやってみるとあれ事務所とかに所属してる必要ないんじゃねみたいなことを思い始める人が出てきちゃうっていうのが。 昨今の芸能界なんですよね吉本でタくとあのオリエンタルラジオの中田さんとかあとキングコングの西野さんとかあとなんかあの近海強盗だったミヤナンかだっていう焼肉屋さんとかっていうのがその吉本興業っていう事務所なんか別にいなくても俺たちなんとかなるんじゃねみたいなことになっちゃったりとかまあ、戻らなくなってしまいますけどっていう感じでその,あの芸能事務所に所属してることというのがそこまで大きなことではなくなってしまったんですよ。 もともとそのタレントとして生きていこうとするとテレビというところで仕事を得ないとなかなかきついよねってなってたんですけど今時別にテレビ全然出なくても YouTube とかイベントとかで全然儲かりますって人いるんですよねだからウーマンラッシュワーワーの村本さんとかってなんか独演会みたいのを日本中でやってるんですけどそれなんか毎日のようにやってて多分なんか毎日2、30万円ぐらいの売り上げがある感じをずっと日本中でやってるんじゃないかな っていうのもあったりするのでなので別にテレビの仕事みたいのがなかったとしても全然暮らせるようになったんですよね。で昔はそのテレビに出てないと告知ができないとかお客さんにその連絡ができないんだったんですけど今はその Twitter だったりとかでじゃあ俺ここでイベントやるよっていうとそのフォロワーのファンがわーって来てくれたりとかあと YouTube みたいななんか芸能人的な人が喋ってるだけでお金がチャリンチャリン落ちてくるようなモデルみたいなもあったりするのでそうすると別にテレビでやる必要なくねみたいになっちゃうんですよね。 っていうのでじゃあテレビ出なくていいよってなると別に芸能事務所ってどあの要はマネージャーの機能だけやればいいってなっちゃうんですよ。で吉本とかジャニーズが何で強たかったかっていうとあの男性アイドルグループをジャニーズ以外の事務所からテレビに出そうとするとその局にジャニーズタレントが出なくなるというルールがあったんですよ。ではその他の事務所が男性アイドルグループを作りました。でテレビ局の人に「ちょっとうちの,この男性アイドルグループ出してくんない?」っていうのを。 やろうとするとあのジ,ャニーさんジャニーズ事務所の人はあ出してもいいですけどもしそのアイドルグループ出すんでしたらうちのジャニーズ事務所に所属してる人は一人もあなたもテレビ局に出しませんよって言われるんですよ。でそうするとその番組のプロデューサーがそこを出した結果他の番組の,そのジャニーズの出演がなくなってしまうので会社内でめちゃめちゃ責められるんですよ。お前があんなグループ出したせいでジャニーズ来なくなっちゃったじゃんみたいな。 でテレビ局って基本サラリーマンなのでその叩かれたらもうそそのの人一生出世でできないんですよでその芸能事務所とかっていうのはあの個人事業主みたいなもんなんで別に敵をいくら作ってもいいですけどテレビ局の人あくまでサラリーマンなので一回敵を作っちゃうともうじゃあジャニーズ事務所に嫌われてるやつって言ったらもうテレビプロデューサーなんかできないよね。 じゃあもうプロデューサー以外の仕事してもらうしかないですよねみたいになっちゃうのでなのでその実は事務所っていうのがめちゃめちゃパワーを持ってたんですよで吉本とかだとあの制作吉本興業っていうテレビ番組が結構多いんですよねそのタレントもいっぱいいるしスタジオもあるからテレビ局がお金を払って制作自体をもう吉本がやっちゃってますとなのでキャスティングも吉本が決めるからそうすると吉本のタレントもそこに当てはめるみたいな なのであの吉本のタレントばっかりが出てるお笑い番組っていうのがあるんですけどよく見ると制作に「吉本」って書いてたりします。著作はテレビ業なんですけど っていう感じでそのテレビ番組ごと作るみたいなことをやることで自分のそのあのタレントの出し枠を作るみたいなだったりとかあとまあ昔はその鍋プロがあのなんかして番組をこう抑えまくっていてで鍋プロのあの冠用の番組にはその鍋プロのタレントが出るみたいなそういう構造があったりっていう形でなんでその芸能事務所っていうのがテレビ局に対して強い影響力を持っているのでテレビに出たいのであれば芸能事務所に所属しなければいけないよねっていう時代があったんですけどただその 他のその事務所に砂かけた人とかだとテレビよく出しちゃまずいよねとかになるんですけど例えばその僕とかってテレビちょこちょこ出るんですけど別に芸能の枠ではないんですよね要はその男性アイドル的な人とか僕がね男性アイドル的な人だったらじゃあジャニーズが出すなみたいになるんですけど別に僕みたいなやつは出そうか出すまいが芸能事務所的にはどうでもいいと なのでノーマーマクなのででテレビもちょこちょょここ出ますよとで別にテレビ干されてもじゃあその YouTube とかなんかあの例えばじゃあさっき言ってた網走の,の青年会議所みたいなのでなんかあのリモートでちょっとしゃべりますみたいなそれなりにお金もらえたりするので。 なので、その芸能事務所だったりテレビだったりっていうところにあの頼らなくても全然良くなっているという時代に今なっているので、なので、その吉本だったりジャニーズだったりっていう、そのテレビに出たいでしょ、皆さんっていうところで戦ってたところは別に事務所に所属してもしょうがないよねって売れっ子の一言思うようになっちゃうんですよね。売れてない子は事務所に育ててもらって、その仕事取って機能あって仕事を取ってくれてありがとうございますってなるんですけど、ある程度売れちゃう人だと、あれこれギャラ百万だけど俺の振り込み二十万円って ばりられてんの昔ねみたいになっちゃうんですよね。っていうのを極楽とんぼの人が言ってました。えー、こんばんは「沢村河内守」出身新垣隆氏の騒動はどうだったと思いますかあれですよねなんかあのゴーストの作曲を作ってたしばしば話で。であの「A」っていう映画をあの撮ってるドキュメンタリー作家の森さんがサムラゴ河チさんの映画を撮ってるので僕それ見たいなと思い続けてもう10年以上経ちました。 えー、2020年3月28日コロナ禍にデビューをした日本ワチャチャというアイドルグループがいます。金も金もなく3年で武道館目指して本気で頑張っています。日本ワチャチャさん頑張ってくださいとお願いします。はあえー、現役小学校を教養してるものです。算数の授業はすべてビデオ学習にするというアイデアを思いつきました。教科書にあったすべての授業を録画配信することで1日に1時間空き駒ができ、教員の多忙化解消につながっています。ゆきさんはビデオ学習が実施されたとしたら子どもにとってどんな変化があると思いますか、えー またこのアイデアを実現するためには、一教員はどこにどんな働きをしていけばいいと思いますか、えっとあの、文科省的にはすでにもうそういうのは分かってるんですけど、それをやってしまうと、あの日教祖が反対するんですよね。 あの今でもそのコロナ禍の時にあのオンライン学習用の動画っていうのを各学校が作るような形にしてるんですけどあの長期的にはめちゃめちゃ優秀な教育系 YouTuber の動画っていうのをみんなで見ればいいだけで学校の先生っていうのはチューターで十分だと思うんですよねまあ,あのチューターとは何ぞって話しますけどえというのはそのえっとじゃあ 1+1 ってこうやって1と1を足して2になるよみたいなことを教える先生っていうのがいて で、それはわかる子はもうその動画で十分なんですよ。で、学校の先生の役割っていうのは、それを見てわからない子をどうやって教えるかなんですよね。なので、多分、あのクラスの中で7割ぐらいの人はもう動画を見るだけで内容がわかるんですよ。なんか、いい国作ろう、鎌倉幕府って言われたら、鎌倉幕府って1192年できたのね、ふーんっていう。 でそのの鎌倉幕府っってて何みたたいいなことを言う子たちっていう子ちもいるんでですよでそもそも幕府って何なのっていうのをその子にしてたりとか「鎌倉っていうのは地名だよ」っていうのをその子に合わせて教えたりっていうその学校の先生ではなくチューターっていうそのどちらかというとその分からない子たちに寄り添ってどこが分からないのって教えて一般の子たちのレベルまで持ってくっていうそういう作業をするっていう構造に変わるべきだと思うんですよね。 でただ今の,、ね、あの日本の教育の場合ってその学校の先生とチューターを両方を1人の先生っていうのがやっていて生徒が40人とかなんですよ。なんでそうするとその落ちこぼれたそのなんかあのじゃあ 10%20% の8人とかの子供はもうそこまでこう見てらんないから落ちこぼれたままになっちゃうんですよね。 でもその動画授業にして、じゃあ7割がその動画で全部分かりますと。で、3割の12人が分かりませんっていうのであれば、そのチューター2人つけて、要は学校の先生は給料高いんだけど、チューターであれば別にあの大学生のバイトとかでもいいんですよ。 なのでチューター2人でその6人ずつを見るとかっていうのをすると何度かもうちょっと持ち上げられる子が増えるみたいになるのでなので長期的には僕はそのチューター制と動画制にするべきだと思うんですけどじゃあなぜそうならないのかっていうと学校の先生がいらなくなるので日教組の人たちが反対するからです。 要はあの学校の先生が集まってる日教祖という団体があってでその人たちがその学校の先生の仕事が減りそうなことをするとめちゃめちゃ反対したりストライキをしようとしたりするんですよね。要はその俺たちの仕事を減らすみたいなあの僕こその古典とか漢文ってあのセンター試験の科目から外した方がいいんじゃねえのみたいな話を何度もしてると思うんですけど。 でその古典漢文が重要であるって言ってる人ってじゃあその大人になってから古典漢文で書かれてる書籍を買って読んだことがありますかっていうと一度もないんですよだってほぼ売ってないんだもん。でさらにあの漢文とやらもあれはもともと中国語の文章を読むためのものなんですけど中国語は日本語の漢字で書かれてはいません。 要は中国の古い漢字で書かれたものを現代の日本語の漢字に変えてなんか国破れて山がありみたいなのなんですけどあのそんな文章の文,文,その文,文書というのがもともと存在しないんですよ。だって中国語で書いてあるんだもん。 なのでその漢文を一生懸命覚えたとしても別にあの中国語の古い文章が読めるようになるわけでもないしでじゃあその古文が読めるようになったとしても別に古文そのものを買って読むってことはほぼないのでなので別にその趣味でやるなりてまですよ。なんかあの高校生とかでも学校によってはそのフランス語とかドイツ語とかロシア語とかの第2回国語っていうのがあってでなんかやりたい人はやってくださいとかあの倫理とか。あの 政治経済とかもそうなんですけどなんで僕も別に音楽とかその工作とか一緒で別に古文漢文の授業もやってもいいと思うんですよただそれをその大学受験の必須にするのはいかがなものかって話でで、まあ、なんでそうするかっていうと古文漢文の授業が減ると古文漢文の教師が食えなくなるから文句を言い続けるんですよね。っていう構造があるのでなかなかなんか日本はかあの文科省は変わらないんじゃないかなと思います。 えっとどこまで行っったんだっけなえー、っとコロナ禍デビューは読んで、えー、っと遠い未来爬虫類が人間を襲う可能性ってあるんですかねまあでもなんかあの2歳の女の子がコブラに噛まれてコブラを噛カ返したみたいなニュースがある。<laughs> あの蛇だったりがあの人を噛んだりとかあとヤドクガエルの毒で死にましたとかあの割と爬虫類毒持ってる人たちもいたりするので,でコモドドラゴンとかに噛まれる人もごくたまにいたりするので爬虫類で死ぬ人もまだまだいるんじゃないですかね、えー、ヒループさん的にスナップは再結成すると思いますか思いませんまた再結成するとしたらどんなシナリオが考えられますか えっと、あの僕が思いませんと断言するのはのの権利というのを誰が持ってるかなんですよ一般の人って SMAP の,のメンバーが「俺たち SMAP だよね」って言って決めてるというふうに誤解してると思うんですけど SMAP というグループ名はそのアイドル活動をする商標権をジャニーズ事務所が持ってるので SMAP が再結成するにはジャニーズ事務所に皆さんが戻らなければいけません。 いはその SMAP の中に吉本興業の社員がいたらまずいじゃないですか。なので 他のの人っていうのは基本的に言えないんですよ、グループの作る場合はね。なのでそのグループっていうのは自分の会社のスタッフで構成しなきゃいけないのでなので SMAP という権利を使う場合であればあのそのジャニーズ事務所に所属している人たちがそれをあの担うっていう形になるのでなので SMAP という名前でジャニーズ事務所に所属してる全然別の人たちが SMAP として活動するっていうパターンはあると思います。 だから、ももクロだっけあの、新加入の人とかがいて、要はその、ももクロで一人抜けて新しいとありましたとか、もうクロじゃないか。なんか、まあアイドルグループとか、バンドとかだと結構あるんですけど、その、メンバー自体が SMAP なのではなく、あくまでその、会社が SMAP とかっていう名前を持っていて、そこに所属してるから抜けたら入ったり、まあ、AKB もそうですよね。あの、まあ、AKB の場合はまたちょっと所属事務所が違っていて、その、 えっと、AKB の AKS あれだ,だから別の DHS だっけあっ DH か DH っていう会社が AKB の商標を持っていてそこに所属してるという形になってるんで所属事務所とはまたちょっと違うんですけどまあそんな感じでその AKB っていう人のに所属してるたちもその所属メンバーが AKB を決めるんじゃなくてあくまで会社がじゃあお前 AKB のメンバーになってもいいよとかお前卒業なとかっていうのを決めるっていうのだったりするのでなので基本的にはその SMAP のメンバーが集まったからどうなるかっていう話じゃないと思います。 えっ、えー、と,うございます、えー、と34歳女性です3年婚活をしていますが彼氏も好きな人もできません最近とても焦っています私はこれからどう行動すればいいでしょうかえっと出会い系サイトであのなんかこの人だったらやってもいいなって思う人二3人にとりあえずメッセージを送ってみてくださいあの好きじゃなくても結婚するのが目的であるっていうのを気づいてください えー、テキサスのユーチューバーで自宅に銃弾10発を受けたものです明日はエレクションでいですがひろゆきさんの現在での予想はどのくらいの彼ってトランプさんが大統領に帰りたくと思いますか、えー、近所のトランプ2024の旗を掲げてる人たちが選挙後どのようなことを起こすのかが怖いですやはり逃げた方がいいでしょうかえっとなんかそのあのえー、っと要は共和党型の cnn みたいなメディアが出してる話と実態のそのあの右側のメディアが出してる話っていうのが結構違ったりするので 実態はどうなんだろうなっていうところでその今トランプ大統領が一番最初になった時もトランプなんかないよねみたいなのを割とその,の MSBCCNN とかなんかそこら辺のあのえっ、ー、とその先進的なメディア、まあ、民主党寄りのメディアはトランプ支持するやつなんてそんないないよねってなっていたんですけど実際蓋を開けたらトランプ大統領の方が票は多かったっていうのは実態としてはあったわけですよ。 でただそれに関してそれが何でうまくいったかっていうとやっぱりそのフェイスブックをうまく活用してその右側の人たちっていうのをうまく焚きつけてコントロールするっていうのをそのケンブリッジアナリティカっていう会社だったりとかで共和党が頑張ったっていうのがあるんですけど今回それができてないんですよねただ共和党支持者はそれなりに強いんですけどただ実態としてはそこまで伸びるかっていうと難しいとは思うのですがただあの 景気が悪い時はその政権を担っているところじゃない方に投票するっていうのがアメリカの投票行動としてあるんですよ。で今のアメリカは景気がいいのか悪いのかすごく微妙なんですよね。まああの株価ちょっと今下がっちゃったんですけどでインフレになっていてあの給料もめっちゃ上がってるんですけどそうは言っても価格上がりすぎだよねとかそのカリフォルニアで飯食うの大変だよね明るいって感じのシリコンバレー近辺で飯食うの大変だよねみたいながあったりして。 割とそのいろんな分断も起きているのでそのどういう層がどう考えるかっていうのが全体像をアメリカが把握するのがすごく難しいんですよね。なのでどっちに転ぶ可能性もあるけどもまあでもやっぱりちょっとバイデン大統領が多少あそのあのあ共和党に負けるっていう形になるんじゃないかなとは僕は思ってるんですけども。 KAI の成弘様からじめまして、40歳になったおじさんになってしまったんですが、フランク大学の定義について伺いたいんですが、ネットではマーチやニットコマセミはすべてフランととても関なの長がやってますが、日本には私立大学500個あり、ニットコマセミマンがすべてフランク大学すると、日本の私立大学の90%がフランス大学ということになっています。成弘様が思うフランス大学の定義を教えてください。えっと、なんか A B C D E F の大学のランク分けというのを河井塾かなんかが確かやっていて、んであの。 えっと合格率が100%を超える大学を F に入れちゃうと思うんですよね。要はそのあの募集が1万人で応募が8000人の大学ってあのテスト0点でも合格するんですよ。要はあのあの大学生あの定員にまらないと大学は赤字になってしまうのでなので応募してくる人は誰でも取りたいと。 で、なぜテストをするのかっていうと、要はその、1万人の定員に対して、1万5千人が応募してきたら、5千人切らなきゃいけないんですよね、テストをして。で、優秀な1万人取りましょうなんですけど、エフランク大学はもう定員割れしてるので、応募したら受かるんですよ。でも、あの、テストをやるっていう、一応なんかしきたりというか文化というので、テストをやるんですけど、あの名前だけ書いてれば、まあ、テスト参加したってことなんで受かるっていうので、なので、あの、河合塾の基準だと、いうフランク大学は定員割れしてる大学っていう基準だった。 と思いますなのでニットコマ線とか点割れしないのでフランク大学ではありません、えー、ウェブアプリの個人開発をリリースするなど一取り開発できるようになったのですがなんか設計とかごちゃごちゃしている気がしますオブジェクト宿泊はクラス設計の力が必要だなと思うんですがヘルクさんどうやって知っておきましたか意識してひたすらアプリケーションを作るしかないんですか あの他人と一緒に働いてみるっていう方がいいと思います。あの自分がコードを書いちゃうと自分で読めちゃうので別にいちいちそのあのクラス化しようとかじゃあそのオブジェクト思考でちゃんとあの分かりやすくしようとかっていうのをやる必要がないんですよ。でも他の人がやり始めるとじゃあ,あのこういう関数この関数ってこういう意味の持つ関数ですよと。他の人がどういうのを分かりやすくてどういうのが分かりにくいのかっていうのが分かるのでなので結果としてあの分かりやすいコードっていうのを書くようになるんですよね。 なので、あの、まあ、ずっとその、なんか個人開発をやりたいのであれば、一回あの、OSS みたいな、その、えっと、あの、えっと、なんだっけ、あの、フリーソフトウェアを作ってるようなのにメンバーとして参加して、他の人が書いてるソースとか見て、じゃあこれこうやって書いたらどうですかって、こうやるとここわかりづらいからこうした方がいいよみたいな教えてくれたりするので、なので、あの、そこら辺のオープンソースソフトウェアの開発にちょっと携わってみるみたいなのをやって、共同作業の経験をすればいいんじゃないかなと思います。 えー、これからのひろゆきの夢って何ですかありません。してみたいことって何ですかありません。金融系女40歳、こう一人、毎日酒依存、週末、パス進行依存、以前きっと10代から性依存、現在捨てたあったりも連絡を取りたくないくらい、自分が恥ずかしいくらい集中力3万、現在 YouTube ひろゆき依存中、ひろゆきの使う無能な自分ですが、何かしたいことを見つけるきっかけを作るにはと悩んでいます。えっと、旅行してください。<laughs> あの、僕、その海外旅行に割とちょこちょこ行くんですけど、あの、 特定のホテルチェーンに毎年お金を払うという契約をしてしまったので結果としてあのそれのホテルを使わないと損をするっていう状態にしてるんですよ。なのであのなんかホテル使わなきゃいけないからじゃあ今年はここ行こうみたいなのをもう20年以上やってるんじゃないかな。なのであの結果としてそのいろんな海外に行くっていうのになって、まあ、結果としても海外に住んでるんですけどっていうのがあってあの別に僕基本自分の部屋自分の家大好きなんですよ。 あの2週間ぐらい旅行してましたけどなのであの部屋にいるだけで幸せなんですけどただあの行かなければ損をするという状態にすることであのドアを開けて外に出るっていうのをやって結果として旅行をしてみると楽しいんですよなのであの自分の環境を変えざるを得ないっていうところに持ってった方がいいんじゃないかなと思います PC に何を塗ってるの多分コメントで答えが書いてくれる人がいると思いますうつ病はいろんな手を使っても絶対に治す過去を勘違する方法はないのでしょうか教えてください何回もすいませんえっと 使いに直すっていうのは、100人のうつ病の患者さんが100人とも治るという。その方法なり薬なりというのはありません。ただ、治る人は治ります。<laughs> 例えばがんの患者さんとか。でも、じゃああの癌にこの薬きますよっていうので、その薬を飲んで8割の人は治ります。でも2割の人は治りません。っていうものなんですよ。 なので、うつ病の薬も7割の人は治りますよ。でも3割の人はこの薬効きません。みたいなので、なので、あなたが治る、そのチーズバーガーさんが治るか治らないかとはまた別の話なんですよ。要は、その、一つの薬で治らなかったとしても、薬を変えてみたら、あ、こっちの薬は合うから治りましたっていう人もいるんですよ。なので、あなたにはいろんな薬を試したりとか、いろんなそのカウンセラーだったり、その先生、精神科医だったり、いろんな先生に当たるっていうことが可能なんですよね。 なので合わない薬だったら合う薬を探せばいいしその合わない先生だったら合う先生を探せばいいっていうので自分にとって最適なその先生だったり医療っていうのを探すっていうになると結果としてあなたは治るかもしれませんでもこれをやればあなたは必ず治りますというものはありません、えー、先ほど瞑想について質問したものです えー、瞑想の脳の状態とサイコパドの脳の状態が一緒だという話があるんですが、低血圧の強いサイコパド的な決定を下すときの脳の状態は物事を忘れない感じとは似ていますか私は竜木さんのようにキレキレかつ冷静沈着に物事を書かけられる脳になりたくて、瞑想を始めようかなんでいます。どんな状態かもっと教えてください。そして背中を押してください。えっと、あの、瞑想かサイコパスかというのは置いといて、冷静沈着に物事を考えられるようにするには、一日に判断することの数を減らしてください。 あのスティーブ・ジョブズがなぜ同じ服を着ているのかっていうのでその服を選ぶという選択をしたくないっていうのが、まあ、彼の答えなんですけどであの、まあ、諸説あるんですけど確かあの大人の人間って1日に80個ぐらいし要はその卵焼きに醤油をかけるかソースをかけるかどちらがいいですかっていう選択をしてしまった時点でもう選択をする力が1個失われてしまうんですよ。 なのでなるべく選択をしないっていうことによってその自分の冷静な選択をできる回数をその夜寝るまでの間に温存しておくっていう。であの貧乏人がなぜ無能なのか要は無能だから貧乏であるっていうふうに人は思いがちなんですけどあの心理学の実験で借金を負った人は冷静な判断ができなくなるっていうわかりやすいあの論文があるんですよね。要はその 借金を負っていて不安を感じてるから、目の前で冷静に考えたらわかるようなこともいきなり答えられないんですよ。例えばじゃあ1 3かける1 5っていうのを解いてくださいって言った時に、150に対して15の3で45つけるから195だよねっていうのが多分冷静に考えたらできると思うんですよ。 言ってるかか違うかもしれないけどでただこれがナイフ突きつけられて「はい3秒以内で答えなさい15から13はいどうぞ」って言われたら多分すぐに答えられないんですよねそのナイフ突きつけられて。っていうのと一緒で借金を追っててああのなんか借金を来週まで返さなきゃいけないけど3日早く返したら金利が安くなるからとかっていうのでその考えなきゃいけないこと心配な事柄っていうのが多くなると結果としてその冷静な事っていうのができなくなっちゃうんですよ。 なのでその能力値を高くするっていうのは人はやりがちで能力値を高くするっていう方向に人は頑張りがちなんですけど人間の能力を高くするよりもその精神を安定させて冷静に判断できる状況を作るっていう方が実は人にとってはそのいいパフォーマンス出しがちなんですよね。で僕はもう一日8時間ぐらい寝ることがあるんですけどまあでもたい6時間から8時間以上は寝るんですけどでなんでそんなによく寝るのかっていうと。 あのまあ、あの大人だともっと短い人いるんですけどまあ僕より長い人いんですけどね。であの要は何か判断する時に睡眠不足な状態ってやっぱり判断間違えるんですよ。あとあの気が立ってる時って判断間違えるんですけど睡眠時間が短くなるとあの短期になりがちなんですよね人は。なのでそのすごくいい話なんだけどなんかこいつムカつくから嫌だみたいなその感情的な理由で断っちゃったりするんですよ。 でもよくよく考えるとこいつはムカつくから直接の担当者は死んだ魚の目をしているデブで性格の悪いおっさんにして事業をやらせて上がった利益だけもらった方がいいよねなのでムカつくこいつとは一緒に仕事をしようっていう冷静な判断も可能なんですけど罪不足だったり短期だったりするとそういう判断ができなくなっちゃったりするんですよ。 で人を雇ったらじゃあその分損するじゃないかみたいなのもあるんですけどでも上がる利益が高いのであればその無能なおっさんにいくらか払ったとしても結果として自分の稼働はほぼゼロで利益が上がるんだったらじゃあ無能なおっさんに多少金払ってもいいじゃんみたいなっていう形の,あのいかに数字だけで判断するか自分の感情を混ぜないかっていうふうにした方が結果として世の中うまくいったりとか物事の判断が正しくいく可能性が高いんですよね。 だちょっと一時間前ぐらいの話をしたそのロシアとウクライナの戦争がどうなるかっていう話にロシアをどうやって倒すかという議論をするべきだっていうのもあれも感情によって正しい判断ができなくなってしまっている例なんですよでそのロシアを倒すにはどうすればいいかというのを日本のキャスターが話して これだーっていう正解が出るはずがないんですよ。そんなのあったらもうウクライナはやってます。アメリカはやってます。なのでそのおっさんが眼首並べてロシアどうやって倒せるかなって考えるのはもう時間の無駄です。なのでこうしたいとか感情とか目標とかではなく目の前にある情報はこうだから結果としてロクシア、ウクライナはこういう形に落ち着くんじゃないか。であればそのためには自分はどこに貼った方が得かな。 が買いましたであのめちゃめちちゃゃ切ってますであの今なんかその Twitter めちゃめちゃ首切ってるっていうのが悪いニュースになるんですけど多分5年後ぐらいに Twitter ちゃんと利益をきちんと出すいい会社になると思うんですよね。そのあのなんかそのじゃあなんかあのえっ、ー、とホロコースト OK みたいなことを言った Twitter のアカウントがそのバーンされなくなったよねとかっていうのがあるんですよね今。 要はその、ツイッターのおかしなことする人たちっても、チェックする部隊も首切られたらしいので、で、治安は悪化するよね、みたいなのは、それは正しいと思います。ただ、治安が悪化したとして、ツイッターやめますかっていうと、やめてないんですよ。いや、ツイッターの治安が悪くなったじゃないかって言って、ツイッターの中でずっと騒いでる人たちっていうのは、いいお客さんなんですよ。で、じゃあツイッターやめてマストドンに行きますかっていうと、行かないんですよ。やっぱ同じような構造の大規模なものを作るのはできないので。 なのでそのみんながこうワーワー騒いでるっていうのは結果としてそのなんかツイッター悪くなるんじゃないかというふうに思いがちなんですけどただ利益をきちんと出せる体制にした方が結果として長期的にうまくいくよねっていう意味でいくとそこら辺のそのサービスレベルをそういえばそのえっと なんか正しく綺麗な場所であるべきだよねと思ってる人のサービスレベルを満たさなかったとしても他にそれを満たせるものが世の中にないので結果としてツイッターを使い続けるというのは変わらないのでツイッターのユーザーも大して減らずに利益だけが増えるっていうことになるんじゃないかなと。で株価をって書いてある人いますけどあのもうプライベートカンパニーでイーロン・マスクさんの個人の会社になったので、ね、なので僕はあの長期的にはイーロン・マスクでやってることは正解なんじゃないかなと思います。ただそそののせいでそのなんか 本来流されるべきではなかった、色陰謀論とかフェイクニュースとかが流れて、世の中が悪くなってしまったよね、みたいなことはあるかもしれないですけど、ただ、Twitter のようなものっていうのが世の中に残った方が僕は面白いと思うので、ちゃんと利益を出す会社として残った方がいいんじゃないかなと思います。 えー、中学校教員31歳年収550万女です。現在育休2年目で、えー、来年の4月に復帰予定です。ひろきさんの子育ての切り抜きを聞いて退職しようか悩んでます。実は小学校夫は小学校教員です。共、えー、働きだと家計は余裕が出ますが子供との時間を熱、ね、するのが難しそうだなと考えています。教員免許があるので子供が大きくなったから復職も可能です。ひろきさんはどのような考え方でどんな道を選択しますかえともでも育休2年目でも育休状態が2年続いているのであれば、 子分もう子供といた方がいいよねっていうのは分かってらっしゃると思うんですよね。であとはその背中をどう押すかって話だと思うんですけどあの子供が大きくなったらいつでも復帰できるっていう教員免許を持っていてさらにちゃんと子供を育ててた人の方が教員としての信頼感も上がるんですよ。でもそのじゃあ子供小学生の子供がいますって言ってる小学校の先生とあの子供とか育てることないんすよっていう小学校の先生だったら親御さんの信頼感全然違うんですよ。 要は小学校1年生ってこんな感じですよね大変ですよねっていうのを子育てした人が言ったら「あ分かってもらえるじゃあこの人先生を信じてみよう」ってなるんですけど「いや子供のなんか育てたことないです分かんないです」っていうのを言ったら「いやいやこいつ信用できへんよってなるじゃないですか。うん、なのであの普通にあの子供を育てたいだけ育てればいいんじゃないかなと思いますねで日本の学校の先生はちゃんといい給料出てるのでその他の業種に比べると給料低いとはあるんですけどただ食いっぱぐれるレベルゃないのであの旦那さんのあの稼ぎに。 頼ってとりあえず子育てをし続けるっていうのでいいんじゃないかなと思うか思いますけども。エロックさんこんばんは先ほど転職の相談をした38歳男性です現在副業禁止の会社に勤めているため厳選聴取票をごまかすのが難しいです、えー、また現職の給与明細を事前に提出する場合もあり面接時に現職の基本給与いただくともありますこの広くさんはどうされますか現職で給料を見込めます えっと、あの、去年の別にとか、今の、要は出せと言われた数字は正しいものを出してもいいんですけど、あの、ボーナス出ましたとか、嘘ついてください。 要はその、あの今月の給料は出るんですけど、あの来月給料出るよ、来月ば、えー、と冬のボーナスが出る予定で、で冬のボーナスが大体いい80万出る予定なので、年収としてはこれぐらいですって言って、で、採用が決まって、で、採用が決まった後に、じゃあ,あ、ボーナスいくらでしたかって言って適当に言っといて、で、なんか下世町中で足かさいてても、いや、なくしちゃいましたとか、要は入っちゃえばこっちのものなんですよね。で、入るまでの間に嘘をついて、嘘がバレるとまずいんですよ。 なので「入るまでの間はちゃんと出してもいいんですけどただ全ての月の給与明細を出してくださいとかっていうのは別にそこまで言う会社ないと思うんですよね。であるとしてもじゃあそのなんかあの妻の会社の方がで副業をやってるので源泉徴収票がちょっと出せないんですよねみたいななんか適当な言い訳をするといいんじゃないかなと思います。えー、フラン大学1年生です学生生活は資格取得の勉強確保公認会計士に少し興味あり。 と稼ぐための知識とやりたいことどれを優先すればいいですか。ちなみに趣味ブック三級取得済み二級勉強中です、ここにようにコードボーイ座るものします。えっともうやるべきことは分かっていて、ボキ二級勉強中ならボキ二級の勉強した方がいいと思いますよ。こんなあのなんか酒飲んだおっさんがベラベラ喋ってるのに千六百円払うぐらいだったらきちんと勉強した方がいいんじゃないかなと思います。なのであのせっかくそのあのちゃんと資格を取得したいんだっていうモチベーションがあるのであれば、そのモチベーションはきちんと利用して自分の能力上がる方向に持ってった方がいいんじゃないかなと思います。 えー、51歳契約社員です。いきなり足がつ歩くのが辛くなり、今はタクシーで出社しています、えー。仕事自体もデスクにずっと座りっぱなしなわけではなく辛いです、えー。今週末に電動車椅子をレンタルします。だんだんひどくなっています。私は今の仕事を辞めて車椅子でもできる仕事をするべきでしょうか。はい。大きな病院は来週行きます。えっと、もうあのタクシー代出してたら多分、給料よりも交通費の方が高い状態になってますよね。なのであののでああもうあの 労,働えっと、労災であの労働上ではそのデクスに,に座っているという状態で今のそのなんかあの足が痛いという状況になりましたっていう診断書を作ってもらってひとまず労災っていう形で会社を休職してください。 であのその間であれば、一応その労災で降りるので、あの給料の6割ぐらい降りるので、なので、働かなくてもお金もらえるようになるんですよね。で、契約社員でもあの別に正社員と同じように、労働基準監督署に行くと、あの同じような補償、えー、っていうのがあるので、なので、ひとまず今やるべきことは診断書をもらって、労災の手続きをするってことなんじゃないかなと思います。 えー、友人の誘いで海外の会社にヘッドハンティングされたようですが信用できる会社かはどうやって判断したらいいですか、えっとその会社のなんか働いてる人とちょっと話をしてみたいのでどなたか紹介してもらってもいいですかって言ってその会社で働いてる人と話をしてその人に誰かを紹介してもらって話をしてください。 要はそのヘッドハンティングの会社人事の人が紹介する相手っていうのは結構その嘘をついたりとか勧誘しようとしてくる場合があるんですけどその社員のさらに紹介の社員とかになるとそこまで手が回んなかったりしない手が回んなかったりするのであの実態により近い話が聞けるんじゃないかなと思います。えー、こんばんばはは中年年独身無職職男性でです私は対人人関係がととてもも苦手でいつも人とトラブルにになり約20年の間に5回転ししました え正直、も働きたくありません。今、ひろゆきさんの方で興味を持ったプログラミングを独学したり、ゲームをしたり、て過ごしています。えー、もう将来のことは考えたかありません。毎日こんな日ームを過ごすのはいいなと思います。こういう言い方で大丈夫で,んでしょうか。独身なので貯金も少しあります。であれば、貯金がなくなるまでは、あの自分の好きなことやって、それで何べったら生活保護でいいんじゃないですかね。 えー、37歳、独身、高卒、派遣、実家暮らし、抑うつ、借金150万のんです。自分が悪いのですが、生きるのがしんどいです。自炊からと思ったのですが、仕事が終わる頃にはストレスでいっぱいで、毎日暴飲暴食しています。えー、借金、生活改善、非正規だっけ、ここ次やることが多くて、何もできません。威力さんなら何から手をつけますかうつ病を治すが、多分、ね、一番大きいんじゃないかなと思います。 あのそもそも抑うつっていうその病気になってる状態で何かをやろうとするのは間違いだと思うんですよね。<laughs> じゃあその 100m 走をするんですけど足首骨折してますってなったらえっとまず足首の骨折直してから走ろうかってなるじゃないですか。でそのやるべきことがいっぱいあるよね仕事もしなきゃいけないしその非正規から正社員にならなきゃいけないし借金も返さなきゃいけないし婚活もしなきゃいけないしってあるのであれば、うん、まず健康になろうっていうところなのでやるべきことの優先順位っていうのをちゃんと考えるといいんじゃないかなと思います。 もともと大悟さんのファンだったもの、ホームレスの命はいらない発言以降、話したのともです。大悟さんが数年後にあふれた中卒になることが確定している不当工事を称賛したり、彼の将来を心配しているに過ぎない人のことをユタポンアンチと呼び、ユタポンアンチョより賢くと述べたりしているのみんなおかしくなります。最近の大悟さんって発言何かおかしくなってませんかあっ、そうなんだ <laughs>。 えー、ユタポンさん用語派なんだいやなんかねまあユタポンさんはある種の芸能人タレントだから好きにすればいいと思うんですけど僕その学校に行かなくてもいいんだっていうふうに思ってしまう子供が増えて結果として頭の悪い子が社会に増えてしまうことが悪いと思ってるのでユタポンさんが悪いというよりそのユタポンさんが引き起こしていることによって。 で、頭の悪い子供という被害者が生まれることが良くないと思うんですよね。要はそのあの中学も高校も行ってません。っていうので、あの芸人やってます。みたいな人っていっぱいいるんですよ。なので、別にあの中学校行かなくても芸人として全然稼いでます。みたいな人がいて、もそれ僕全然いいと思うんですよ。 で、ただ、あの学校行かない方がいいよね。みたいなことを言っちゃうのは僕それ違うと思うんですよね。あの学校行かなくても成功した人があのある程度の人数いるのは事実なんですけど、ただあの？ 頭の悪い子は学校に行った方がよっぽどうまく生活できるんですよあのめちゃめちゃ頭のいい子は学校行かなくてもなんとかなるんですよでも世の中って頭の悪い子があの要は偏差値50以下の人が50%いるのでその子形がなんとか社会で暮らせるようにするために教育制度っていうのが税金で運営されてるんですよなのであの頭の悪い子が学校に行かない 方がいいよねと思い込んだり親がそう思ってしまうのが良くないのでなのでそのユタポンさん自身の善悪というよりはユタポンさんが正しいよねと思ってしまうような頭の悪い親と子供というのをいかにこう減らすべきかというふうに僕は思ってたりします。なのでまあれだけ知名度があって多分それなりにも芸人みたいなことをしてると思うので多分食えていくと思うんですよ で、普通の中卒うん中、うん、中卒なのかなまあ、よりも、あの、普通に稼げてるよねみたいになっちゃうと思うんですけど、ただ、だから俺たちもああなれるんだって思うのはちょっと違うよねっていうのはちゃんと伝えた方がいいんじゃないかなと思いますけど。なので、あの、ユタポン生活保護でめっちゃ幸せとかであれば僕全然ありです。<laughs> あの生活保護の人増えた方がいいよねと思ってるんで僕は。はい。 SMAP、えー、の件の続きですいません、商標権はジャニーズさんが持ってるようですが、男組は解散した後事務所が違えど再結成してますが、それはなぜですか多分商標権ごと移したのか、自分たちで買い取るかしたんじゃないですかね、そこは多分ジャニーズ事務所の方が、あが、その男組に関しては特殊な采配をした、要はジャニーズ事務所が自分たちが持ってる商標をどうするかっていうのを決められるんですよ。 なので、じゃあその事務所違った形で男組っていうのを使っていいよとか、別の会社なんだけど、その会社の株を持つよみたいな形にしたのかわかんないですけど、とりあえずそのジャニーズ事務所が許可した形でやったって話で、なんだろ、ジャニーズ事務所が許可しない限り、スナップという名前を使えないというのは変わらないので。 えー、無能なので人に言われたことだけやっている側でいたいのですが、年齢も年齢なので会社は私に対して管理職的な仕事ばかりを任せてきしんどいです。幸い部下に恵まれているので何とかやってるんですが、今の立場はプレッシャーがきついので言われたことだけやっていればいいポジションをうまく取るコツを教えてほしいです。えっと、また、あ、かに多分無能なんだろうなと思うのは、あなたが年齢も年齢なのでと書いているのに自分の年齢を書いてないっていう。なのであの要は 他人がどう考えるかというのを意識しているのではなく、自分が喋りたい話だけをする無能な人にありがちな状況なんですよね。要は相手が判断するためにどういう情報が必要かっていうので、客観的情報を増やした方が相手は正しい判断ができるよねっていうふうに考えられないんですよ。例えば年齢も年齢なのでが 27とかであればまだ別に27だったら管理職がなくても現場っていうのはありますよなんですけど年齢も年齢なのでが50とかであればあの管理職にならないんだとするともう体も衰えてくるから給料上がることもないんですけどあの低い給料までいいですかみたいに返答が変わるんですよ。 なんで、それでいくと、あの僕がたぶはあなたがやるべきだと思うのは、あの無能であるというのをちゃんと自覚してるのであれば、会社の人にもそれがわかるようにして、でこれ、あの僕、無能なんで、あんまり管理職的な仕事をやらせると失敗しますよ。でこれ失敗したときは、あの上司のあなたの責任になりますよみたいな感じの脅しをするといいんじゃないかなと思います。 えー、先日3年記念日の時に彼からもらったネックレスをなくしましたバスに乗った際に後でつけようともにネックレスが入ったブランドロゴ入りの巾着を座席に置いてあまけしました警察やバス会社にい合わせしましたが見つかりません嫌な言を考えてしまうのですが高価なものなので取られてしまったと思ってしまって悲しくて悔しくたまりません,さんなら大切なものをなくした時にどのように喜えますかえっと大切なものをなくすと悲しいので大切なものを作らないが正解です えー、31歳男性です児童の入所施設で働いています子供たちの間でトラブルがあったとき善悪のをつかんでどっちの方が悪いと結論を出しがちです悪いとされた一方のフォローもしているつもりですが毎回勝ち負けとして受け取られてしまっているような感じがします、えー、注意された方が自己否定しないような言葉掛けや接し方のアドバイスなどいただけると嬉しいですえっと善悪の価値観でまあその子供がいて自分は正しいと信じているのであの 誰かかにどっちが悪いか決めて欲しいでそれを決めてくれるのが学校の先生だったりその入所施設の職員さんだったり、まあ、もしくは警察官だったりっていうことになってしまうんですけどまあ子どもの年齢によるんですけど最初のうちはそれでいいんですけどもうちょっと時間が経った時に多分やるべきことなのはあの自分たちでどうやって解決するかっていうのを考えさせた方がいいと思うんですよね。 でも B 君はこっっちが正しいと思ってます。じゃあ C 君はどうしたらこの問題を解決できると思うっていうのでじゃあ3人で話し合ってごらんっていうので例えばその卵焼きに醤油かソースかで揉めてるんだったらもう醤油とソース1個ずつ料理すれば用意すればよくねとかじゃあ月曜日は醤油で金曜日はソースにすればよくねみたいなその,あの妥協案解決案みたいなのを考えるっていう癖をつけるようにする方がいいんじゃないかなと思います。 えー、小さな土木関係の会社で働いています。父親が専務で社長が専務の同級生です。仕事は専務が全部持ってきています。最高売上が1年で億近くあったんですが、社長がずっと赤字でいきます。社長の弟も同じ会社ですが、累計社員なのに専務と同じくらい給料もらっていて、最初から月給だった給料も時給計算になりました。えー、時給計算が嫌で事業も2年ました。社長は毎日パチンコ三昧です。事務委員と社長は別の事務所で働いていて、何してるかわからなく大使です。どう思いますか？多分結構儲かってる会社なので、横領とかしてもバレないんじゃないですかね。 えー、ユタポンがこう行く行かないよりも、こじき行為は軽犯罪法に触発してるので、そっちの方が問題じゃないですか。えっと、ただ、お金くださいって言って口座を書くことだけが本当にこじき行為なのかっていうと、結構グレーなんですよね。要はあの、スパチャくださいって言ってる人もこじき行為じゃねえかみたいになっちゃうんで。 えー、病院清掃自宅責任者で社員なのですがキャリアが長いバイトの人に手を焼いています節がうまくて頭もいいので正論で論破するのが得意です正論という名の弱い者の地面に近い状態ですあの人伝えいなければと皆さんおっしゃってますこのがん細胞の人を退治するにはどうしたらいいのでしょうかえっと多分社員なのでルール決めちゃえばよくてあの5分以上死後禁止とかっていうその要はあの議論して論破する場合って喋る必要があるんですよね であのコロナ禍もあるので、もうしゃべるのやめましょうってそういうルールにしちゃえばいいん40歳でカナダに住んでいて、ボーイフレンドが24歳だけど、別れたんですけど、えっ、ー、と結婚を諦める必要が20代のうちありますか。えっ、ー、と 20代の人たちと一緒になんか時間使ってる方が楽しいですっていうのがカナダの人できるんですけどあのその20代の人と楽しんでるえっとねこのマイボーイフレンドっていうのが男性が男性に対してマイボーイフレンドっていうのって言ってる言ってるのであれば好きにすればいいと思うんですよ。要はそのあのゲイの人って別にあの年齢差がある人たち同士での付き合いとかも全然あるので別にモテるんだったら好きにすればいいんじゃないのと思うんですけどあの 女性が20代の男性と遊んでる方が楽しいよねって言ってるのって単にあの金持ってるっていうのとあとアジア系の人なので若く見られるから実態の年齢が分かってないから遊んでくれてるだけでじゃあ結婚という話になった時に40ってなるとあれ ってなっちゃううと思うのでなのであの本当に結婚したいのであればさっさと同じぐらいの年齢の結婚的歴の人と付き合うようにした方がいいと思いますよ。まあ、その40年も全然いいっすっていう人がいるんだったらいいと思いますけど。えーユタポンが学校に行くいかなあこれ読んで説明すい、ね、ません。 えっと弱さんこんばんは何度もすいませんえー、先ほど転職の相談をした3庁され男性です独身です転職の過程で先月の給料明細と昨年の厳選調査を提示させてその情報をもとに転職時の給料が考慮さればなますまた入社後入社がバレた時は収益化のため解雇の可能性があるような気がします良い手はありますでしょうかえっとバレませんまずあのえっと嘘がバレるってあの嘘であるという証明が必要なんですよねで給与明細がないというのはその自分が言ったことが正しいという証明ができないな っていうだけけなんですけどただまあ使用期間の場合であればどんな理由をつけてもクビにすることはできるのでなのであのそれであればクビになる可能性あるんですけどただまあちゃんと仕事してればなかなかその給与明細がなくなったぐらいでクビにすることはないと思うんですよね。で給与明細が出てこないということでクビにするというのであれば多分それは給与明細が出なかったということよりその えと求められてる役割をこなせていないのであなたはこの会社にいてほしくないですっていう多分実態の方の話なんじゃないかなと思います。 26歳女性です。付き合ってる男性が今までで一番全ての相性が良く結婚したら楽しいだろうなと思えるうです。しかし、事務員室をラクターであまり稼ぎが良くなく、自分も保育くで低収入です。えー、これまで高収入だけど、グズな男性に振り回されてきた人生っとてで今の生活とても楽しいです。出会いもないです。こんなに性格のな人は今後いないんじゃないかと思っています。愛があってもちょお金がない、結婚しようと思いますかはい、思います。あの、僕が住んでいた霧ヶ丘団地っていうところが、 あのシングルマザーだと団地住みやすすいんですよでシングルマザーで生活保護をもらっていてで旦那さんも旦那さんで生活保護をもらっていてでただ同居してるんですよ。で旦那さんも生活保護をもらって団地に住んでいてで奥さんと子供は団地に住んでるんですよ。でこの旦那さんはここで同居していて空いた部屋を知り合いに貸すんですよ。 そうすると生活をこう世帯たい分が入ってさらに知り合いに女を化してるのでお小遣いが入るっていうのでめちゃめちゃ幸せな家庭になってたんですけどっていうのがあの僕の住んでる地域では当たり前に行われていたんですよね。っていうのがあるのであの日本っていい国なのでいろんなシステムを使えばあの,そのなんかすごい裕福な生活をしようとするとなかなか難しいんですけどあの普通になんかあの生活をする分にはそれなりにあのいいお金をもらえるような仕組みっていうのがあったりするのでそんな感じで幸せに暮らせばいいんじゃないかなと思います。 何、えー、来年度から社会人の学生です東京丸の内に勤務するために一人暮らしの家を探しています後半日本橋か黒町です家賃12万円オフィスまでとこ15分の日本橋物件か家賃10万円オフィスまで電車で2駅のどちらがいいと思いますかその他の条件マドリア蓄年数などぼ同じです初任給は10万円ですで僕だったら途方15分に住みますねあの電車に乗らないで暮らせるっていうところのストレスって全然違うんですよねまあ 電車大好きですとか、バイン電車でなんか他人がくっついてることにストレスを感じませんっていう人だったりするんですけど、やっぱりその周りに他人がいて、そのパーソナルスペースが侵害されることって、ストレスになる人の方が多いんですよ。多分9割以上の人はストレスになると思うんですよね。なので、電車に乗らなくていいっていうだけで、だいぶ朝のストレスが減るんですよね、家帰るとのストレスもね。なので、それがたったその2万円の差だったら、僕はその電車に乗らなくていい生活を選ぶんじゃないかなと思います。 えー、市町村ごとに設置されている観光協会についてどう思いますか、ほぼ補助金で運用されていて、存在意義が疑問質されてますが、とはいえね、お客さんを増やして何とかしたいと思うと、とりあえず観光協会作んなきゃいけないよねってなっちゃうんですよねなので、あの優秀な観光協会と無能な観光協会がいて、でそこは結局、そのやる気のある人がいるかどうかってところによるので、なので、もうやる気のある職員をいかに集めるかっていうところで考えればいいんじゃないかなと思います。 その観光協会があることによって必ずうまくいくわけではないんですけど大体うまくいっている観光地って観光協会あるんですよなのであの、うん、本当にちゃんとやりたいのであればきちんとやった方がいいんじゃないかなと思います、えー、小児と2歳の母です子供を読書好きにするにはどうすればいいでしょうかひろきさんお母様から幼少期へ本の読み活をしてもらってましたか地域的なことはお母さんもされてましたでしょうか小学校低学年の時にどのような教育の取り組みもされてたか教えてください えっとあの他のエンターテインメントをすべて隠してください。あの本しかないっていう時間を1時間ぐらい作ってでまあ暇だったらじゃあ本一緒に読むっていう形でその本を読むっていう習慣をつけるといいんじゃないかなと思います。で僕子供の頃は図書館に通うというのがなんか割となんかその習慣化していたんですよね。 北区の図書館の場合って2週間借りれるんですけど、で、2週間借りて返しに行くと、また2冊借りて、また2週間後に返すみたいな。っていう、その2週間本を借りて返すっていうのをぐるぐる回してたんですけど、で、なんかそれが割と義務化していて、別に漫画を借りてもよかったんですよね。だからサザエさんとか読むこともあったんですけど、とはいえサザエさんとか読み終わると、なんか結果としてそのブルーバックスとか、割とその、なんか自分が面白いと思うタイプの本を借りるようになるので、 なので、結果として割と普通に本を読む生活になってしまったってなりますね、えー。金融の営業管理職です。部下に時短勤務職の妊婦2人、通常の時短勤務者2人、各子供の大量不良量で休みがち、あまりやる気のない年上の部下など、とても今日の数字をクリアできる状況はありません。ゆるくさんならどのようにマネジメントしていきますか？えっとマネジメントの権限を上司にもらいますね。 その昇給なりもしくはその罰金っていうかまあ,あのそのなんか何らかしらペナルティなりその自分の命令に効かないんだったら困るという状況のアメとムチをもらわないとこれ目標数字作れませんよって言ってそこらへの権限もらって割と厳しめにやるんじゃないですかね。えー、営業しています ADHD か LD の大人です帰宅しても仕事モードの頭を切り替えれず心の映画がなくパートナーまで嫌だ。 人間になってしまいままいす、えー、何かか頭を切りり替える方法などありませんかビールを飲む。割とあのアルコールを飲むと人って人格変わるんであとあのストレスが高い人はアルコールを飲むとストレッチが下がったりするのでなのであのその薬物を使ってストレスを下げるっていうチートをするといいんじゃないかなと思います。あというわけでそろそろ終わります。そっかそろそろ終わるって言ってこの終わるやつを出さなきゃいけないんだ。こんな感じでやってましたねはい。 駒広之さん、鉄道のことでちょこちょこスパチャを投げてるもんです。ずっと鉄道事故のことが興味があり調べてますが、10年以上前に JR 西日本の尼崎の脱線事故がすごく印象に残っています。最近 JR 東日本は山手線で試験的に自動運転を行っています。運転者がいなくなっても事故とは起こると思われますかはい。また広之さんが印象に残っている鉄道関係の事故とかありますかまあ尼崎のやつあのマンションに車両が突っ込んで、確かその、えっ、ー、とね、 2両かかなんんが突っ込んでてでニュースで動画が流れた時に電車が1両なくななくっっってるってるいう話になったんですよね要はそのマンションに突っ込んでる車両があるけどあれこれ6両編成なのに5両しかなくね ?1 両なくなってねみたいなのがあったんですけどそのマンションのとその電車の1両目が挟んで潰れちゃったんだったかな で結果としてその一両の存在が見えなかったっていうのがあって要はその電車ってその毎日ずっと動き続けて大量の人間が乗っててそのそんな危険なものだというふうに人は思ってなかったんですよね。でもやっぱりその まあ、たまたまそのあれ風が強かったんだっけなんかでその脱線してしまってそうするとそのあの本来はそれくらいの事故が起こってとんでもないことになるよねっていう電車なんだよねっていうのをなんかやっぱり忘れてた部分があると思うのででやっぱ他の国に比べると日本って事故ほんと少ないんですよね。福知山線。はい、なのでそういう意味でいくとその危険なものだし自動運転にしようとやっぱりそのあの。 1>, あの1個の要因で事故が起こることはないんですけど3つの要因がたまたま重なったりとかってなるとやっぱり事故は起きてしまうっていうのもあったりするのでそのカーブのスピード出しすぎだったんだっけなんか遅れててとかだったっけ えー、先ほどの51歳契約社員です。労災ではないと思っています。うち病で障害年金を受給しているので傷病手当はもらえないです。失、え、あ、ー、手当を税金のためすぐ受給する方が現実的にと思います。ただ仕事がやりがいがあったためだけに辞めるのをためらっています。正直、タクシーに続きは辛いです。でもいきなり辞めても大丈夫でしょうか。えっとあの労災に行けるかどうかはトライしてみた方がいいと思いますよ。で あのそれで労災に降りないのであればリモートで給料下がってもいいからやらせてもらえませんかっていうので家からできるようにするとひょっとしたら今の仕事を続けられるかもしれないのでどうせ辞めるんだったらダメ元で一回そのリモートっていう話をしてみるといいんじゃないですか えー、新人看護師です。業務の多忙さや命のプレッシャーを理由に部署移動を上司と相談しているところ適応障害の診断書をもらい2週間休職を一時的に管理職局所属となり他部署を援助という形で働かせてもらっています。他部署は時間の余裕はありますが1人の新人への集中的な厳しい指導があったりフォローが下がったりと嫌な部分が見えてきて元の部署に帰りたくなってしまいました。どうすればいいでしょうか まあ、とりあえず、給食をだらだら続けて、その働かなくていい状態はもうちょっと楽しんだ方がいいと思うんですよね。で、まあ、どうしても働かなきゃいけないんだったら、やっぱり元の部署がいいですっていうのを上司の人に言うっていうのでいいんじゃないでしょうか、えー。32歳男性です。5年前に働きすぎてうつになり、そこから体重が60キロ上でえて120キロ乗ってしまいました。仕事はしてますが、うつと体重増加により腰痛から損んでるのがしぬく、週2日勤務のところ、月2日しか働けません。月2日なんだ、すごいっすね。 まずは何をすれば生活が改善するでしょうか理想は痩せて週5出勤ができるようになりたいです。えっと、あの家にある食べ物をすべて捨ててください。で、えっと、野菜ジュースだけ買ってきて、あの1週間ぐらい野菜ジュースだけで暮らしてくださいあの。月2回しか働いてないってことは別に外出なくていいと思うので、なので、あの食べ物を食べないっていうのをすると、人は痩せます。あので、あの、 現金もしあるんだったら全部定期預金に入れておろせないようにしてくださいで。クレジットカードもハサミで切ってください。でそうするとあの食べたくても飯が食えなくなるので結果として痩せます。 えー、ファッション系出版社勤務の今年30女です、えー。それなりにモテますがいわゆるダメ男製造機です。一人が好きですが親や周りの圧力が弁当を言われることに対して気になり周りに嫌なアイドを取りそうになったる自分嫌なので結婚したいなと思ってます。結婚相手を見極めることを教えてください。えっと出版社とかそのなんかあのメディア系とかに勤めてる人ってあの目が超えすぎちゃうので結果として結婚遅くなるんですよね。 で、あの、まあ、見た目がいい人とかで、スペックが高い人を選んで、結果としてダメ男に引っかかるっていうパターンになってると思うので、なので、あの、大学の時のなんか、同級生とかと、コンパとかして、そこら辺から見つけた方がいいんじゃないでしょうか。えー、っと、アスペ25歳、女性公務員です。無能で居場所がありません。安定した職場でいいのですが、手帳考えています。えー、アスペに向いているおすすめの業種は職種ありますかそのままの方がいいは今回なしでお願いします。 公務員を辞めてしまうとその病気持ちの人ってなかなか厳しいんですよねなのであの3席みたいな形で今の公務員の仕事をしながら準公務員みたいな形であの給料をもらえるような仕事っていうのを紹介してもらう方がいいと思いますよあのその安定した職場なんですけどそれでなんかそのアスペに向いているのがいいよねみたいのでやってみて向いてなかったとかになった時にもういきなり無職アスペになっちゃうんですよ なのでそこらのリスクを考えるともうちょっとなんかあのその安全策で生きた方がいいしまあそののんかボケしてもいいんだっていうのであれば生活保護を取るっていう方がよっぽど場所なんじゃないかなと思いますけど、えー、独身コミュ障で友達でろ彼女いない歴イコール年齢の高卒で通貨1ペソかと思うほどの低収入オンゴールするほど運動音痴で先進的にもいつらめをはげ散らかしていますどうすれば挽回できますか生活保護を取れば 多分そのあのコミュ障で面白くもないから多分もう異性と付き合うのは無理だと思うんですよね。で、そんなにお金もなくて頭悪いってなると多分社会で人と携わったとして、例えばじゃあ会社で働いたとしても自分より優秀な人とかモテそうな人とか、なんかでそこがなんか付き合ってるとかでなんか嫉妬の心がメラメるとみたいな感じで多分幸せにならないと思うんですよね。で、働いても大して能力高くないので体力その給料もらえないのであればもう素直に生活保護で。 なんかだらだら暮らして、なんかこいつらこうイケメンとかだけど、働いて税金払って、総税金で俺食ってるから、俺の方がポジション上だよねっていう感じで、勇敢階級として、貴族としての生活をすればいいんじゃないかなと思います。というわけですみません、なんかちょっとバタバタとしてますけども、えっ、ー、と、子どもの権利を守る会、全国学校ハラスメント被害者連絡会の方、メッセージがありませんでした。 だかちょっとバタバタしますけど、今日はこんなところにしようと思います。お疲れ様でした。とはいえ、今日は月曜日だから、週の初めなんですね。なので、あの、普通に働いている方いらっしゃると思うので、あの、12人前ですけど、さっさと寝て明日に備えてもらえるといいんじゃないかなと思います。あの、無職の人とかはね、別にあの明日に備えるとか意味がわからないと思いますけど、あの、働いている人は、なんか次の日に。 朝に起きて仕事に行かなければいけないのでなのでそのためにはこう早めにいなければいけないみたいなのがあるんですよね。でそれがそのなんか自分がちゃんと会社に行くっていう自分との約束だったりとかやっぱあの会社にきちんとこう働きますっていう会社との約束だったりみたいなこう大人の約束を守るという形でこう皆さん頑張って社会を回してらっしゃるので,なのであの遅刻をしないで働いてる方っていうのがいるおかげでこう無職の人とか子どもやじさんとか子どもさんとかがあのなんか税金で楽しく生活を取れてるっていうのを気づいて。